そう、ムカデレワンサーということをやっております。で、ムカデレワークと申しますのは、文化の三角国領ということでございまして、いろんなところの、文化の三角国といろいろ出てくるみたいなのが、あるようです。で、私自身は、そんなに世界中、文化人類学者にしては、の方を持っていることを飛び回っている方がいらっしゃるんですが、基本的にチベットの人たちを追いかけて、チベット周辺、ちょっとヨーロッパにも行ったりしてます。それと日本では特に秋田と、能登で、いろんな、フィールドワークをしています。で、そういうふうなところを、往復しながらいろんなことを考えていきたいということで、もちろん今日チベットについての話もいたしますけれども、まさに人類学の特徴というのは、いろんなところを往復するっていうことで、いろんな考えが深まってくるというのがあります。だから、なので、チベットの話を通じて、今日は能登の話を少し触れますし、アボトリーさんからその話も触れますし、あと京都のことも少し触れたりもしますので、そういう比較文化的な観点から、いろんなところを思い出しつつ、いろいろ皆さんと一緒に考えていきたいというふうに思っています。で、その中で、私がやってることって何かというと、端的に言うと、この写真をお見せしてるんですが、文化人類学者と言いますのは、デスクワークするというよりかは、フィールドワークをするもんでして、フィールドワークというのも、いろんな分野でなされているんですけど、私は、特におみこしがあったら、おみこしは担いでみるというタイプでございまして、とにかくおみこしがあれば、それを担ぎ、引き山を引き、チベットに行くお坊さんと一緒に生活をしと、できるだけ現地に溶け込むというか、一緒に何かをやってみるというところから調査を組み立てているタイプ。でもこれは京都大学の人類学や生態学がやってきたような、本当にフィールド重視の学問の形でもありますし、まさにこの身体を通じて、文化や人間の生業、ない人間がどうやってそう生きているのかということを自分の身体を通じて、経験していくか、何かを考えていく、そういうことを、これまで、習ってきましたし、教えたり、それを通じて研究をしている、そういう部分です。で、いろいろ専門としてはあるんですが、先ほども少しご紹介ありましたように、チベットではボン教徒と呼ばれる人たちの研究をしていますし、最近では縁と集合的身体の人類学ということで、一つこのお祭りやみんなで何かをやるというきっかけに、そこからどういうふうなご縁が生まれてくるのか、それは裏返しとしては、今日もまた話があると思いますが、まさに10年前に無縁社会ということがありましたけれども、人と人とのつながりというものが、やはり、非常に薄くなっているというのはずっと言われていますけれども、本当にこう分断されていっているという状態があります。で、かつては盛んだったお祭りでもですね、今本当に人が足りない、人が少なくなっている、若い人がいない、これを聞かない人はない。でも、逆に若い人の立場になってみれば、それでも人はつながらないと生きていけないわけなんですね。で、もちろん今はいろんな形でつながる方法もありますけれども、本当にそれがどういう形で今後、人につながるというのを考えることができるのか、そういうことを、基本的におみくじとか担ぎながら考えているという、そういう形になります。で、今日の話としては、ポイントとしては4点ぐらい挙げておきたいと思いますけれども、まずは政治としての山、山とは一体何なのかということですね、さっき消えた。ありましたけれども、山というものに対して非常に人間はいろんな関わり方をしてきた。で、それは山によっては聖地と言われるものもあるわけですが、じゃあそれはいかなる意味において聖地なんでしょうか。つまり単なるそこにあるのは岩の塊に過ぎないかもしれないですね。なぜか人間は私に対していろんな感情を覚える。私がチベットに行くとですね、いつも圧倒されるような感覚を覚えるわけです。つまり富士山より高い山がその辺にボンボンあるわけで。で、私自身は別に全然登山家では全くないですし、クライマーでもないんですけれども、本当にこんなもんが、でかいものがあるのかって言ったら、いつも恐れほどの感じを覚えます。で、そういう意味で、その自然というのは私にとって、ある種の力として捉えることができる。本当にその、震災の方ですが、自然というのは牙を剥きます。自然の圧倒的な力というのを受けることによって、生きる人の生活が非常に脅かされる面。そして、震災の後、私、特に一番感じたのは、海とかは全く変わらないですね。あんなにひどいことがあっても、もう山や海というのは、多少形が変わっても、そのままそこにある。全く動じていない。もちろん、隆起とかしてますけども、なんかそのまま自然のそこにある。この自然の圧倒的な強さ。でも、人間というのは、それに対して、なんかいろんなことをするんですね。いろんな自然の力を使いながら生活してるし、祭りなんかでは自然の力の現れみたいなのが出てきています。そういう力としてのシステムをちょっと、はい、そして祭りの意味です。ここではレジリエンスという言葉を出しましたが、
まあ、今日紹介する事例の中では、やっぱりどれだけ悲惨な状況に人間置かれる祭りをやってしまうというのがあります。人間もその生活というのは様々な形で脅かされる。でも、例えば、東日本大震災そうでしたが、もう本当にその津波で全く平地になってしまったところで、お祭りだけは始まるみたいな。これは一体どういうことなのか。人間にとってお祭りであるということは、何らかのその辛い状態から一歩踏み出したのが一つのきっかけになるじゃないか。そういう話をしたいと思います。で、最後は先ほども少し申しました、人類学比較文化的視点。つまり、人類学というものを申しますのは、まあ、今日のすべての話でできますが、すべてにはこんな変わったことがあるのかっていう印象が持たれる方もいるかもしれません。でも、それだけで話が収まるんだよな。で、チベットを見ることによって、逆にその自分たち、もしくはちょっと日本の違うところを考えてみる。まあ、そういうふうな思考の仕方をバイトするんですから、まあ、今日はそのチベットの何か習慣を単に紹介するというだけではなくて、そこからその人間と社会、まあ、山、生活について考えていければというふうに思います。さて、まず、この写真、これは私がチベットに撮った写真の中でお気に入りの一つで、これ実は、チベットの NASA からネパールのカトマンズに行くフライトで窓から撮った写真で、そのフライトというのは、大体ですね、エベレストとか見えたりするんで、こっちが見えば、エベレストが見えますよってこうアナウンスをすると、みんなこっちに両手で写真を撮るのが傾いてしまったりすると怖いんですけど、これは世界第3位という。安全巡河という山を、飛行機から撮ったものが非常に険しい山というか、本当に誰も住んでない山で、まあ、これはまだ麓から見えますが、ニュースでご存知の方いるかもしれません。先日は著名な登山家の方が K2 という世界第2位の山が遭難されて、もうちょっとなかなかその本当に救助が打ち切られたということがありました。で、まさにヒマラヤ山々というのは圧倒的な法の力を持っている、見るものに対して非常にもう、こんなすごい世界があるの、そういうものを微分で引き寄せられるぐらいの圧倒的なエネルギーを持っている。で、まあ、こういう山というのはなかなか日本ではないですよね。でも、これは明らかにやっぱりチベットにおいてはもう本当にもうここに何かが鎮座している、まあ、そういうふうな圧倒的なもう人間を超越したものとして捉えられるというのがあるわけです。だからこそチベットの人たちは、登山をして絶対にその頂上は踏まない。で、こういう、全くの人間からかけ離れた世界がだんだんちょっと人里に近づいてくると、これも私が、東北チベットで写真を撮ったものですが、実はチベットとモンゴルの間には大草原が広がっています。この辺が標高大体3000メートルぐらいを超えた高原なんです。そこには白という鹿の動物が放牧されていて、まあ、それを、から乳を搾ってバターを取っているというのが典型的な牧畜民の生活でありますが、つまりこれは多少人間の手が入った自然。つまり、家畜化した動物と共に暮らしながら、まあ、移動しているというのが伝統的な生活であった。ということで、少し、人間とか自然の中に入っていっている状態の生活。で、さらに3つ目ですが、この写真はおなじみの基本の風景ですが、まあ、これは、これは私もご一緒にアンタイで撮った写真ですけども、まあ、これでこういう風景というのは、ご存知のように人間がもう手を入れた結果、この風景が出来上がっているわけですね。人間がかなり手を入れないと、この風景は広がってこない。そして、先ほど里山の話もありましたが、人間の住んでいる、つまり日本語で里と呼ばれるエリアですね。日本の里というのは、これは極めて重要な概念でして、まあ、ふるさとの里でもありますし、まあ、里の秋の里もありますけれども、つまり里というのは人間が暮らす、ある、本質的な世界のことを、古くから指していますし、お祭りの際の祝詞もですね、よく聞くと、この里を、守護してくださいというような趣旨のお祈りをするわけです。つまり、この人が住んでいる里というエリアがあって、その周りが山があって、その中で、人間は里山というか、その山と関わりを持ちながら、暮らしている。そういうのが、人間の、基本的ななりわいの一つだと思います。まあ、そう見てみると、こっちの山とこっちの山でも明らかに性質が違っているということ。立っていただけるかなというふうにも思います。で、ちょっと先ほど鎌田先生に聞かれてうろ覚えになってたんですが、どこの山って基本的に標高2200メートルぐらいなんです。あんま高くなかったんですけれども、ただこのイメージでは結構分け入ってみると深いというか、結構真っ暗なところがありまして、大体どこに行きますと、夜になって山道なんですごく怖いんです。本当に真っ暗になっちゃうというか、人の住んでいるところとそうじゃない、結構分かれている、そういうふうに言います。で、まあ、実は、すべての話の前に、この一つの祭りを紹介したいんです。私、先週末ですね、七尾市の元島というところ、これは、
石川県の人々が水族館があることで有名でして、僕はジンベエザメがいたんですけど、残念ながら震災でそのジンベエザメがなくなってしまいまして、先々週が営業再開した、そういうのが動画なんですが、まあ、そこで非常に有名な講談の火祭りというのがありまして、この写真がですね、ご覧いただいたらちょっとスケール感が狂ってしまうかもしれませんが、これ切り込んでいる、これ人間なんですけど、喉の祭りを出てくるものなんですけれども、おみこしというのは中央に巨大な貝を使って、これ本当に大きいですね。なので、25メートル、30メートル近くある貝を立てて、で、この能登島といいますのは、中心に山がありまして、で、周りにこう海が、海沿いに集落がずっと広がっているんですけれども、基本的にこう集落同士あまり交流がなくて、海沿いにずっと集落があって、海と通じて交流している、そういうような島でございますが、今はここは陸地になっているので、かつてここ海岸に面してたところでやってた巨大な灯籠を建てまして、それにこう火をつけるわけですね。で、みんなこういう芝の、火をつけて、火を、つけてこうにする。京都の祭り詳しい方は、これは見てですね、先ほどの山奥でやってる松上げを想像される方もいらっしゃると思います。で、松上げというのは、あれは火伏せの、意味というか、新あの、まあ、あの頭にいるんです。信仰と結びついて、火伏せの意味が結構強いんですが、こちらのお祭りの一応、意味としては、より何というか、こう、納涼というかですね、暑い時期にこの火を焚いて、みんなで涼を取るという、ちょっと逆説的にそういう意味があったりとか、あとは虫をそれでいなくやるようにしてください、豊作を祈る、いろんな意味はあるお祭りなんですが、ただ私自身というか、参加者もそうなんです。これを見たときに、やっぱ圧倒されるんですね、本当に。で、実はこのお祭り、震災があったので、今年やるかどうかかなり議論があったといいますが、ホームページなんかにこれ今載ってますけど、やっぱりこれが今のだからこそこれはやるべきだというので、みんなが団結してやろうというふうになって、通常の年よりも参加者がすごく多かったというふうに言います。で、やっぱりそれはお祭りは意味、相手にはいろいろあるんですが、みんなでこういうことで火の力を触れるということが、やっぱりいろんな人の心を動かすというのがあったようありましたし、このそれを見てて、現場で感じました。まさにこの大きなこの火に触れる、これもまた自然の力なんですけれども、この力に触れて何かこうみんなで一緒に何かやっていくということが、やっぱりもう人々にすごく重要な意味を持っているです。で、これはこの高田の地区の人々にとってはこうだし、他の地区の祭りにとってもそうですが、やっぱりこの今大変なこの時だからこそ祭りというのは必要だというなんかすごく思っている、そういうことを強く感じた。だったわけですね。もし後でちょっと時間がありましたら、これぐらい飛ばしてなんですけども、実際この私自身は祭りに喉を祭りかなり深く関わっていたというか、中で穴水の祭りに、何年か関わっていて、その中でも一緒にこういう切り子というのは担いだ経験があります。で、祭りというのは、先ほど申しましたように、もちろん民族学的に、人類学的に言えば、こうこうこの祭りにはこんな意味があるんですよという説明は結構、いろんな形になされているわけです。でも、実のところ、祭りというのは、極めて身体的な体験であります。例えば、こういうものを担ぐと、めちゃくちゃ重いですね。ひたすら肩が痛くなって、終わった後のなんか打撲みたいな傷ができる、非常に辛い経験なんです。で、何にしてもそうで、非常に危険なんです。めちゃくちゃ暑いんです。本当に焼けが粘れるよう。で、ある種、身体をギリギリの状態に追い込んでいくという、そういうふうなことを結構やるわけですが、でも、だからこそ、嫌がっていく。だからこそ、皆それに引きつけられている、そういう面があったりするんです。というわけで、ちょっと日本の話ばかりしてても、チベットに関心のある方が、申し訳ございません。チベットの話、ちょっと移っていきますが、今のようなお話を踏まえた上で、ちょっとチベットの山についてもう少し触れておきたい。チベットの人たちは自分たちのことを、チベットと今、チベット語でプーというんですけど、チベット人が自分のことを言うときに、融雪国、雪のある国という言い方をします。で、これをもちろんヒマラヤに囲まれているという意味がありますが、昔のインドの文献にもチベットというのはもう雪をいただいた地であるというふうな言い方が結構なされてまして、つまりインドから見たときにチベットというのはもうヒマラヤに囲まれた雪の山奥というそういうイメージがあったんです。
ある意味、チベットというのはインドから見ても、ある種、異界であったという意味があるわけです。つまり、そこでは、この、本当に想像を絶する高さの山々がそこにあり、そこには万年筆がある、そういうふうな環境として昔から認知されていた。そして、そういうふうな高地ですね、本当に平均標高が3000メートルを超える3500ぐらいのところで平地があったりします。で、そういうふうな高地で含まれた、宗教の伝統だったり、生活の伝統がある地域で。そして、この自然ということを先ほどから申し上げてますが、自然というのはチベット語でランジュンというふうに、いう言葉がございます。このランジュンという言葉は、語義通りとると、やっぱりこの水、おのずからそこにあるものっていう意味になるんですね。で、これはよく仏教用語としている自然とかでもそうですが、おのずからあるものとして自然を考えるという考え方が非常に強い。これは西洋的な、例えば文化と自然を、はっきり分けてしまうような。ちょっと違う。どっちかというと東洋的かつ仏教的な考え方、つまり自然というのは他者としてそこにあるけれども、そこまで特別というか文化と分けられなく、私たちの生活の中に溶け込んで一緒にそこに存在している、そういうふうに捉えられているあります。これです。これは残念ながら私はまだここに行ったことがないです。いつか行きたいと思っているカイラスという山です。この方が多いと思います。これはチベット高原最大の聖地です。で、なかなかこれ、とんでもないところにあるので、なかなか行けないんですけれども、本当にそれは見た人はすごい感動して帰ってくると言います。で、ここまでこの写真で伝わるか分かりません。これ、独立峰なんですね。で、それで高さ自体はそんなにめちゃくちゃエベレスト高くはないんですが、圧倒的な存在感を持っている。で、これ自体を本当に仏さんの体だというふうに認識する。こういう本当に圧倒的なエネルギーというか、存在を持ってしまっていく最大の聖地であります。で、こういう農家の山がですね、やっぱりチベットにたくさんある。で、ただ、今日はそういうメジャーな、そういうふうな山だけではなくて、それぞれの地域にそれぞれの生産があるというふうにしたいと思います。で、その背景になるのが、この音響というでして、私自身は音響の、一応専門家としての面も持っています。で、音響、音響と言ったりしますんですけれども、この宗教は何かと申しますと、チベットの仏教伝来以前からの流れを組むとされる宗教です。で、チベットに仏教が伝わったのは大体、7世紀、で、8世紀からぐらいに、大体隆盛してきて、また9世紀に引っ込むということがあるんですが、基本的に、吐蕃と呼ばれた、日本でいうところの7世代ぐらいに、相当する時代に仏教が来たという、これなんか日本より面白いですね、チベットに仏教が来た、実は。日本に仏教が来たことに癖があるんですけど、実はチベットでもやっぱり山があるんで、仏教が本格的に来たのは日本に来て、結構意外な事実としてある。で、その前に何があったかというと、まさに日本でも神道では昔は修験道みたいなものを説明することがありますが、それ以前からあったような様々な、いわゆる土着の要素を含んだものというのが、低めでポンというふうに言われています。で、ただこれも日本の神道とまさに同じように仏教とぐちゃぐちゃに混ざり合ってですね、今ではなんかどっちがどっちなのかよくわからない状態になっています。で、今の本教徒が伝える、この本教をチベットに伝えた人というのが、このトーパシェンラク・シェンロビボーという人なんですが、見た目は、なんというか、仏像と言います。で、どちらでも、ビジュアル的には、ほとんど仏教と混ざってしまっていますし、教義も、一緒のところもあったりして、その仏教柄から見たら、本教にパクられたみたいなことを言ったりするんですけれども、その辺の細かい話で踏み込むときりがないんで、日本でも、神道と仏教が融合していたように、チベットでも同じようなことが起こっていたというふうに、ひとまずはそういうふうに考えてください。で、ただ、面白いのは、この文教というのは、実は中央アジア起源で、チベットの西側から来たという現象があるんですね。で、実は、さっき見せしたカイラスという山は、西チベット、チベットの西側にございます。で、おそらくこの地域というのが、かつての文教徒の本拠地だったような現象があるんですね。で、さっき文教と混ざってしまったと申しましたけれども、文教には本当に様々な面があります。で、ちょっとこれ、細かい話なので、少しさらっとっていうふうにとどめますけれども、基本的に文教の教義というのは、この9つ、分かれるというふうに言います。で、特にこの前半の方はですね、文教が非常に得意とするので、つまり、
現世のいろんなことを解決するために占いとか、あとはなんかこう敵に対抗するとか、そういうのを言ってますけれども、そういうのは呪術的なのか、非常に原石が国と化したような内容を含んでいる。で、なんかそれが上に上がると、仏教と似てきて、なんかこの密教とか、あと、達成のための修行の方法とか、そういうふうなことを含んでいくわけなんですけれども、この前半の部分はもともと仏教になかったと言われるんですね。だから、よく言うのは、本教の人に聞くと、今の本教にはチベットの全てが入ってるんやとおっしゃいます。で、つまり、仏教からもたらされたと考えると、体系的、制度的、普遍的、抽象的な哲学思想っていう面では、単にとどまらず、まあ、非体系的で地域固有のものである、まあ、具体的で自然数学の精霊に関わることっていうのも、まあ、様々あったんですけど、含んでいる。それが僕だというふうに考えて、もらえたらいいと思います。で、今のチベット仏教というのにも、この文教の考え方というのが、ボタリスクの中に入り込んでいる。で、それはなぜだったかというと、最大の理由は、やっぱり土地とのやり取りをしないといけない。山の神様だったり、土地の神様だったりというのと、やり取りするために、やっぱりこの文教が培ってきた知識というのが必要とされるというのがあるわけですね。なので、まあ、今日の紹介するお話も、この文教と、関わっている話が、で、ただまあ仏教もそれに影響をちょっと与えていて、有名な話を一つ紹介しておきますと、バドワサンバーという人がいます。で、この人は8世紀のインドからチベットに招かれて密教を伝えた人なんですが、この人は非常に重要な存在で、まあ、日本でも様々な山に開山伝承というのがあると、様々な山を開いた白山、先日、開山1300記念のことなんですね。さまざまなね、大体やっぱり奈良時代に開かれるんですけども、例えば仏会であったり、あとはこの、白山の会長という、ね、人なんですけれども、そういうふうな、ように、このバドマサンバーという人がインドから来て、いろんな、まあ、山を仏教に従えたという伝説があったりです。じゃあそこで何があったのかっていうと、つまりもともと土地神というのは、文教に属してた神みたいなのが、たくさんいたりとか、もしくはどこにも属さないよくわからない神様がいる。そういう状態だったのを、まあ、このバドマサンバーというのは強力な密教業者が来て、いろんな土地が自分に従えて仏教を、に従えていたという伝説が各地に残っております。で、これは、まあ、仏教史の視点から言うと、まあ、つまり自然の仏教が広がっていて、様々なところが仏教化されていた仏教の、価値観に飲み込まれていたということを表しているんですけれども、じゃあ文教が消えたのか、全くそうではない。で、仏教が伝わったけれども、それがこう、レイヤー的に重なっていくのが、実は、いろんな要素が、そこに入って、ですね、どっちも残りながら続いているというのがあります。さっき、解散の話しましたけど、つまり、山というのは、単純に、まあ、場ではあるんですけど、いろんな解釈の話、これちょっといきなりまた日本に、立山マンダラっていう有名なやつですけれども、つまり、一般的に見れば、その山の住んでいる人間はそこに様々な世界を見出すわけですね。で、立山曼荼羅というのは日本でも一番有名なうちの一つで、まあ、これでいろんな研究したりするわけなんですけれども、当時の世界観というのがそこにある。で、その山の中に極楽もあれば地獄もあるし、この一番左上は剣岳ですね。で、昔は剣岳が登ってはいけないし、今では登山でしょう。そういうふうな、まあ、意味の違い、意味をいろんな形で感じていくということが、で、それを踏まえて、チベットにおいて山とコミュニティがどういう考え方で、どういう関係を持っているのか。で、まあ、これまでの研究では、やっぱり山というのは、一つはローカルのアイデンティティの源である。つまり山というのを、まあ、軸にして、その地域性というか、その地域の、まあ、人々のアイデンティティが形成されているんじゃないかということが言われてきたし、もう一つは山の創生、さっきも言いましたけど、まあ、仏教の影響もあるし、文教の影響もあるというか、まあ、それぞれにそれが排除し合うんじゃなくて、こう一つの風景の中にいろんな意味合いがどんどん重ねられていく。この山はこの立場から見たらこういうふうに見えるけれども、こういうふうな、立場から見たらこう見えるっていうふうに、この山は一つなんです。それにいろんなこの伝統というのが重なった状態が今の時代。で、さらにそれを、まあ、支えるコミュニティがどんどん変化していって、まあ、それはまあ人口の変動であったり、経済発展であったり、それは後で紹介しますけれども、もしくはその総員と地域社会のお寺と、まあ、それと山と地域社会にどういう変化関係があるか、そういう点が、論点になります。で、なのでさっき、カイラスにとってもそうなんですね。こういろいろ重なっていくというのは具体的にこういうことです。これ、カイラスは仏教徒にとっては趣味線。
つまり、仏教の説明に出てくるのは、世界の中心にあるのはベールさんって言われてるんですが、もう主義性の象徴であったり、ブッダの身体の象徴でもあるんですけど、音響にとっては、このシャンシュ王国という、これは、チベットの西にあって、音響の、聖地と呼ばれるところの都の墓地と思ってたわけです。もしくは、これはヒンドゥー教徒がこれを見ると、これはシバ神に見えるという言い方があったりして、つまり一つの山なんだけれども、いろんな、宗教の、立場からいろんな意味合いにこれは見えるということなんですね。で、これは面白いことで、一つの星山というのが、いろんなものがアイデンティティを形成しうるんですが、それが相互に排除し合わず、共存しているというのが、チベットでは結構あります。では、私のフィールドワークを見てきたことからもう少し、詳しくしていきたいと思います。今からお話しするのは、東チベットのチャルコク地方の話、先ほど鎌田先生が紹介になった、この本の舞台になった、ところです。まあ、一見、この集落、なんとなく日本っぽいように思えるかもしれませんけどな、私もこれを初めて見たときは、なんか日本っぽいなと思って、だからなんかちょっと居心地がいいなと。言い過ぎてしまったんですけど、実際ここは、標高が大体平地でも3200メートルぐらいありまして、周りの山は1000メートル超えます。だから、結構ヘトヘトになります。私自身は高山病はそこまで分かりやすい方ではないんですけど、やっぱり周りの山を巡るとですね、もう結構心境のことになることもありまして、なかなか大変なところではありますが、非常にいいところです。場所としましては、だいたいチベット高原という、今、もともとチベットという国があったところで、今、中国領になっているところの端っこの方ですね。この辺り、本当に端っこに、このシャルコク地方というのはあります。で、行政区分でいうと、四川省になっていて、ちょっと地図のせいですいませんが、四川省の省都である成都、三国省の一つの都ですね。そこからだいたい、飛行機だと40分ぐらい、バスだと半日。最近、実は鉄道がどういうんですか？あと、鉄道を作って、もうすぐに残ったんですけど、どう作るのかという感じですか？便利になったしです。で、この写真はちょっと Google Earth ってことだと、ちょっと歪んでるんですが、私が実際に、延べ1年近く、というかもう、かれこれ最初に行ってから15年ぐらい経ってるんですが、行ったり行けなかったり、いろんな事情があって、行けなかったり、行ける時期もあるというのですけれども、そのお世話になってた村を俯瞰したような、やつです。で、基本的に、チベットにおいては、こういう地域においては、お寺と村と山とワンセットになっています。で、ここで青で示したところが村です。で、その中心に僧院、お寺があるわけですね。で、この僧院の、言ったら、檀家さんやというふうに考えると分かりやすいかもしれませんが、僧院に対していろんな寄付をしたり、もしくはお坊さんが、その集落から出て出身であるというふうな関係を、結んでいる、その僧院を支える村というのが周りにある。で、さらに、土地神というのが、この後ろにそびえ立っているという、そういう構造をとっているわけです。で、ここの村の土地神というのはドボンという山で、これが大体標高で1800メートル。これは見上げると非常に、インパクトがあるような形で、先ほども申しましたように、チベットの人は山には絶対登りません。その代わり、麓から遥拝します。で、その遥拝所というのがこの赤で示したところですね。集落のちょうど後ろ、背後にある丘の上ぐらいに、丘というと3000メートルありますが、そこにこの遥拝する場所、この村だと3つぐらい設けられていて、そこからこの土地神の山を、遥拝する、そういう形になっています。じゃあ、この遥拝に何があるのか、これ、遥拝のアチェというんですけれども、こういうふうに運動会の方みたいに見えます。これは五色の方に、いろんな行が書かれているんですけれども、もしくはこれに矢ですね、アロですね。弓矢の矢がたくさん奉納されています。これは毎年の、この山神を祀る儀礼で、里の、人たち、村の人たちがこの矢を持ち合って、ここに、奉納するという、そういう習慣があります。で、ここからですね、この山神を、拝むという、そういうような習慣があります。で、チベットにおける聖地の特徴として、さまざまなものが堆積していくという特徴があります。だから、チベットの山を歩いてて、何か物が一つめちゃくちゃあるという場所は、なんか意味がある場所なんですね。これもなんかぐちゃぐちゃになってよくわかりませんけど、何かいろんな、巡礼の順の道で、みんなが祈りを捧げる特別な場所というのがあります。そういう場所には、みんなが大体この旗を、
こういうふうに食べたりとかですね、これルンダの紙ロールなんですけども、こういう業務の書いた紙ロールを巻いたりして、そこにいろいろ捧げる。で、そういうふうな人間の営みがこう蓄積されることによって、なんかここはちょっとただならぬ場所形成されていきます。で、実際山を、巡礼するときってこういう感じでみんなで、結構みんなで回るんですね。孤独に回るのは巡礼というのは非常に楽しいので、みんなでワイワイ言いながら、食べ物とか持って行って、途中でご飯食べたりしながらですね、しかもなんかキャンプみたいな感じで、自炊したりしながら、グレバイとみんなでワイワイ言いながらやるんですね。で、峠に差し掛かると、こういうふうに、バーって、紙吹雪みたいなのを巻いて、そこで、その土地の、この峠で、神に祈りを捧げるというのがあるわけなんですけれども、基本的にこれすごくみんな楽しくやっていて、基本なので、ここの巡礼自体が非常にこの、人々のつながりを作る空間であるというふうにも言える。で、こういう聖地というのを、チベット語では霊というふうに言います。霊というのは、チベット語で聖地というのを指しまして、山だけでは湖や泉、岩窟、歴史あるそういうのの宗教的な意味付けや力を全ての場所を表しています。まあ、で、このポイントはやっぱり何らかの力が宿っているという考えられる場所だということです。で、何か特別な、もちろんそれ言われがあるとか、そういうのもあるんですけど、やっぱそこに言うことでパワーを得ると、そういうふうな意味合いの場所です。で、念を回るというのをエンコールと言いまして、エンコールというのはグループを回るというなんですけれども、まさにこれをすることによって、いろんな、で、さらに昔からの聖地ガイドブックという多分テキストが出ておりまして、ネイクというんですけれども、つまり、いろんな聖地があるんです。そういうものの、ガイドブック、もしくはここでも捧げてくださいねみたいなことが書いてある本というガイドに、出ております。これがいわゆる聖山というものですけれども、実は、もう一つ種類がありまして、ネイクの他に、ネイリというのも一つの星座なんですけれども、それともう一つシナブというのがあります。で、ネイリというのは全ての人に開かれている星座で、みんなが巡礼しに行く、さっきね、和気あいあい、楽しく巡礼する山なんですが、シナブというもう一つの種類がありまして、それは、他の村の人は基本的に入れないというか、あまり、そもそも多くの人に来ないという、もう一つの真珠というか、その特定の、そんな種族に結びついた、その本当に狭い意味での土地神ということをシナブというふうに言います。で、霊というのはいろんな人が、巡礼できる山ですが、シナブという山にはまだもう非常に固有の伝承があるんですね。で、私は、自分がお世話になった村で、この曽我、というんですけれども、各世代の儀礼で読むこの、土地神の来山文というやつなんですが、つまりこの土地神というのはこういう姿をしていて、こうだから素晴らしいとか、こういうふうなことをやってるのを褒めたたえるみたいな、そういう経典みたいなのがあって、それを、家の妻にこう触る結構読むわけですけれども、いろんな説明があります。で、そういうのを読んでみると、だいぶこういうことが書いてあるんですね。その土門という山があって、その頂には風の刃が舞っていて、つまり上には登っちゃダメなんです。なんかこう、頂上に行くと、なんかその山には風の刃が舞って切り殺されてしまう。でも、実は中腹にはいろんな薬草があって、豊富に水が湧き出るみたいな、いろんな描写がなされています。で、これは何かというと、これですね。実はチベットの青山という土地神の山って、実際に恵みを与えてくれるという非常に、貴重なものでして、例えば、漢方薬、これは、ベニブルと呼ばれる、ユリ科植物の根茎なんですけれども、石とかに効くと言われています。こういうのがやっぱよく取れるというんですね。で、これ、今、中国の値段がどんどん上がってますので、街に行っても、とても貴重な研究所になります。で、冬虫夏草というのを聞いたことあるかもしれません。私が行ってたところでは、昆虫傘は取れないんですけれども、もうちょっと草原の方に行くと取れますが、そういうふうなこの薬草とか、やっぱりこの、いろんな効果が何か産するところでは、生産に行くとして、捉えられることが多いわけです。で、同じ地域の中で見てみると、お寺があって、いろんな山があって、それぞれの山に、意味が、かぶせられています。で、さっき言った寝入りというのは、実はこの私が言っていたこの麻布という地方には一つか二つ目の、もう一つあるんです。みんなが、メフナイ君が一つしかありません。シャンシャブルという山です。
で、この、赤で示した土地の上のところの出入りの山というのは、この地域に住んでいる人全員が、楽しくというか、普通に巡礼をできるという山になりますが、その他のこの鬼で示したこのさっきの白布という山ですね。これは、それぞれの村と結びついているので、本当に村の守りが痛い山になります。こういうような山々には、それぞれまたさらに開山の伝承というか、あるわけですね。で、これはシャンパグという人なんですけれども、一見この仏像みたいに見えるんですが、実はこれは他の地域に行くと、この人はこのことには祀られていません。で、どういうことかというと、この人は12世紀に、この地域で活躍した、聖者でして、この地域の、山をたくさん開いた、そういうふうな伝承を持っている、非常にローカルな聖人だけれども、このローカルの歴史をこの考える上では非常に重要な人物なんです。で、さらに重要なのは、日本、これは日本とも比較できるところだと思いますが、空海が四国で洞窟で瞑想したのように、この土門という土地上の山にはですね、このシャンパクさっき言ったように開いたといわれる瞑想の洞窟がある。で、山を開くのは結局どういうことかっていうと、いろんなケースがあって、その土地神を復元させるっていうケースもありますけども、そこに修行の場所を開いて、洞窟でそこで瞑想したりとか、何か修行をやっていたというところも含まれるわけです。つまり、そこで何らかの宗教的な実践を行うことによって、そこに力を、そこの力を身に受ける。そして、そこに何らかの意味を見出していくっていうふうな、そういうことが、いわゆる開山なんですね。で、そこで開かれた瞑想洞窟では様々な方が、修行をしてですね、そこで阿那天罰というのが非常に有名なこの地域の人がいるんですけど、この人は、今のお寺をもともと建てた人でありまして、20世紀の最初に、から19世紀の最後から20世紀の最初ぐらいまで来てた人なんですが、この人はとてつもない神通力を持ってたと言われていて、諏訪を飛べとか、そういうような伝承があるんですけど、山の中にはですね、この人が今に指でなんかこう書いた、筆跡が残っているって、まことしやかに言われている。で、お墓とかは別として、こういろんなもの、聖者の痕跡というのが山にある。庭に手形が残っているとか、ここで洞窟があったとか、そういうことはいろんなものが、一見見たら、いわゆるに過ぎないもので、蓄積されることによって、聖なるものとして、性質を非常に強めていく、そういうのが、やっぱり、性質を持っています。で、これちょっと写真でどこまで伝わるかわかんないんですけど、この山も私実は結構怖いんです。どういうことかというと、一応、下は平地になってるんですけど、ここからぐんと岩山が覗いてるんです。これ結構見るとですね、こうやってなんかドキッといつもしてしまうので、結構この岩山とこことのコントラストも結構面白いというか、やっぱりだからこそ存在感が昔から思ってるのかなというふうに思います。で、こういうふうな、この土地神を祀る、行事って毎年6月ぐらいに、行われているんですけれども、つまり夏の始まりですね。で、かつてこの家、祭りは地元のというか、この里のお寺ではない、普通の人がやることが多かったんですが、様々な事情によって最近またお寺の方でやるようになっています。これにはいろんな要因があるというふうに考えられているんですが、一つには、この村の人口というか、いつも住んでいる人口というか、だんだん減り続けているということがあるわけなんですね。でもそれはいろんな理由がありますが、ご存知のように中国の、例えばこの地域は2000年代初頭ぐらい、非常に経済発展が進んできました。でも人々は村から出てですね、まさに日本の高度経済成長だった。村を出て、都会に出て、出稼ぎっていうのがあって、この村に住んでいる人たちがだんだんいなくなる。で、だからそのお寺もいろんなことをカバーせざるを得なくなってですけども、なのでそういう意味では、かつての、より文教的な空間を入れるやり方で変わってきているんです。でも、時々ですね、そういうふうな伝統的なというか、土地感というか、見える時があります。その事例を一つ紹介します。私、これちょっと外国に留学してる話なので、どっかで聞いたことかもしれませんが、この商店というのがありまして、で、これは、いわゆる仏教の、仏塔に相当するものですし、例えば京都ですと、東寺の塔とか、そういう舎利を入れた塔というのが、塔共通点を持っているような建造としてあります。で、これがですね、私が、フィールドワーク中に、偶然これを建てるところを一部始終見ることができまして、これは2010年ぐらいの夏に建てられたんですが、とはいえ、今かなり現代的な工法で建てられます。これ裏外れになってるんですけど、工事用のエレベーターをこういうふうにつけてですね、足場をかなりこう、
エレベーターで物資を見たりとしたりして、結構現代的な作り方です。で、中には様々なお供え物を入れます。で、これ面白いですね。中空洞になってまして、いろんな服とかですね、日用品とかをどんどん入れていくんです。で、これ、ちょっと動画がなくてあれなんですけど、見たら皆さんすごくテンションが高くてですね、いろんな服とか日用品とかをどんどんここに、投入していく、まさにこれは投入というか、本当に自らの財をここに入れることによって、この塔が宗教性を獲得していく、そういうふうなプロセスな場面ですけれども、ちょっと細かい話、何が入っているか、ざーっと意識してみますとですね、これはもともと確かには物資のような意味もあるんです。もともと物資には入ってないんですが、昔の高層の衣服とか、頭髪とか、そういう昔の偉いお坊さんの何か衣物が入れたりとか、いわゆる聖なるものとか、お経とか、仏壇とか、いわゆるそのなんかこう、ありがたそうなものに入れるんですが、それだけではなくて、こういう、まず、笹っていう、これは粘土で作った小さな仏像があります。サイズ的にはこれちょっと締めて、ペンというちょっと小さいぐらいですが、これ粘土を肩に入れて取るんですが、大体1世代で何千体も作って寄付するというのが一つにして、一家で何千体も作ってこれを持っていくとか、あと、日用品ですよね。お面とか、あとワイシャツとか、服とか、茶碗とかを入れちゃいます。つまり、この塔の中にみんなが本当に生活の一部をどんどん投入していって、こんな状態になるんですが、それで、この塔を完成させるという、そういうふうなプロセスになっています。で、まさに、人々は自分たちの生活を、身を切ってですね、この塔を作っていく、そういうふうな形になります。で、先ほども申しましたように、この、地域ではやっぱり人口というか、この村にずっと住んでいる人は減ってるんですが、その分経済的には出稼ぎによって裕福に。だからこそ、こういうふうなことがあるということもありますね。で、ただ実はこれが、非常に、村を守るということと結びついていまして、で、実はですね、なぜこの塔を作ったのかっていう根本的な理由はこれなんです。で、この塔は、これ写真でちょっと丸をつけたんですけど、隣村に、の土地神、別の山で、さっき言った山、別の山なんですが、隣村の土地神の山は、実はこの村外れから覗くと、ちらっと覗いてるっていうんです。で、実はこれはあんまり良くないらしいです。予想の土地神がここから覗いてるので、あまりこの覗き見を許すと、その村に行って良くないという現象があるんです。だから、これでわかります。実は、この上下仏塔という、この塔は、他の村の土地神と完全に相対する形で作られています。そういう意味で本当にこの塔はこの村を守っているという、そういう意味合いがこうつけられているんですね。で、別にそれが2010年になったからみんなが割と経済的に豊かになってそういうものができたんだけど、実はこの塔のそばには、なんかこういつからあるのかよくわからない土まんじゅうとか、いろんなこの小さなお堂であるとか、そういうものは昔からずっとあって、なので、別にこのはっきりしたという仏塔はなく、この場所はどうやら特別な場所だということが人々に認識されている。それは何が原因かというと、その土地神同士の争いであるとか、土地神同士の関係性に、起因してそういうことが起こるということなんですね。で、こういうことっていうのは、ちょっと時間がなくなってきましたが、こういうことというのは、じゃあこのお寺というか、地域の歴史の中でどういうふうな位置づけになるのか。実は、こういうふうな巨大な塔を作ったり、あとお寺を復興したりっていうのは、大きな意味で、この地域の長い歴史の中に位置づけることができます。で、どういうことかというと、この、地域のお寺、エスコインと仮に言いますが、それを1268年、日本でいう鎌倉時代、ぐらいにできた、お寺じゃないですが、それ以来ずっと、存続してきたんですけども、最初というか、当初は、この瀬戸君のこの地域で領主が、庇護してまして、つまり地元の、有力者の庇護を受けていたわけなんですけれども、この人は、この地域は交易で、富を得ていた面があります。非常に、その人に支えられて、ずっと存続してきたんですが、いろんな形で、この破壊と復興ということを繰り返すわけなんですね。で、実は今のお寺というのは、歴史を紐解いても大体6回ぐらいは破壊されている。で、そのために、再建されてきたということがあります。で、ただその中で一番大きな破壊というのが、やはりこのいわゆる社会主義的近代化と呼ばれる状態で、ちょっと駆け足になってしまいますが、ご存知のように、文化大革命前にこの中国の宗教施設というのは完全に破壊されたところが多いです。
この地域の場合でも、1960年代に完全に、このペアは破壊されて、すごい建設するという、そういうことがあります。で、さっきの山はそこに聞いてくるんですが、じゃあ、お坊さんどうしたんだっていうと、半分ぐらいは継続して結婚して家族を作る。ただ半分は山に逃げたんですね。山に逃げて、洞窟とかに隠れて、そこで、10年ぐらい過ごしていたという感じです。ここでも山というのは一つの逃げ場所というか、一つの資料として出てくるところがあったりするんです。で、その宗教復興の時にも、それが、出てきます。どういうことかというと、1980年代からこの破壊されたお寺というのを復興するという動きが出てきます。でも最初、お寺なんてありませんから、どうしたらいいかというと、まずみんな地域の山に集って活動を開始しようということがありました。それがこの明倫という作品で、地域の全ての人が巡礼できるので、そういう山に集って活動を再開したということがあったわけです。で、当然最初の頃はお寺とか、もう北でも全然ないから、洞窟とかテントですね、そういうのを拠点に活動を始めたんですけど、やっぱりそこで初めに再開されたのが、リレー祭りだったわけです。つまり、場所としてのお寺というのかな、もう人々はやっぱりこの儀式であったり、巡礼とか再開しないといけないというふうに思って、そういうことをやっていた、そういうふうな経緯があるわけです。で、だんだん時代が下がるにつれて、その点の設備もだんだん整うようになってきて、だからこそ、後継者がどうするんやとか、観光が足りたらどうするんやって話が出てきます。ちょっと詳細は私も本に書いてあるんです、飛ばしますけれども、そういう現実的な問題が出てきますが、一番根本的なところでは、そういう壊滅的なダメージを受けた状態でも、みんなで共同で何か儀礼やる、祭りやるということは、重要視されていたり、そういう拠点の一つだとか、山なんですね。ちょっとじゃあ時間がなくなってきましたので、締めにしたいと思います。ちょっといろんな事例を紹介しましたけれども、この山というのが一体何かっていうと、これは地域によって様々な差がありますが、一つの、今日からの一連の事例から出てくるということは、その自然の力が非常にそこに詰まっているところ、いろんな力の拠り所であるということが一つのポイントになっていきます。で、そこの洞窟で修行するということは、その洞窟を通じて、そこの力を何らかの形で、出るというふうな意味があるという。そして、そういうふうな山を拠点とした生態環境ですね、さらにそれとローカルな歴史に合わさって、さまざまな実践が、生み出されている。で、今のチベットにおいてもそうですし、後でお話があることでもそうですが、様々な社会変動とか人口災害によって、人間が作ったものも壊れていきます。どんな立派なお寺を作っても、それがやっぱり潰れてしまうことってあるんですね。でも、そういうふうな生活基盤というのは、そこが、まさに人工的なものが損なわれたとしても、実はこういう生態環境に即したものって人々の心身により深く根差しているというのがあったりする。で、それは、ちょっと、後々議論したいところですが、今回、能登でもすごいそれを感じました。つまり、やっぱり、能登の人っていうのは、その神を大事にするという方がいます。で、私は、やっぱり、能登の人が言う神さんって、どういうものなのか、すごく言うたびに不思議だと思っていて、それは、いわゆるそのキリスト教的な人格心から強い神さんじゃない、生活の中にあるんですね。で、それを、多分、祭りを通じて、人々は神さんの存在に知それは京都でもそれはあって、祇園祭にしても神様の土手があれだけするというのがありまして、やっぱその神様っていうその素朴なものっていうのが人々のところにある。でもそれは、なんていうか、やっぱりそう、はっきりと見えないけれども、人々の突き動かす力のようなものとして、それの一部が自然から出てくる、さっき祇園祭の事例とかもそうですが、ああいうふうにエネルギーのあるところから、引き起こされてきた何かが、そこに人々を突き動かしているんだ。それを、例えばレジリエンスと言いましたけど、何かダメージを受けたときに、それがまた蘇ってくるような力。で、今、先ほど最初に鎌田先生もありましたけれども、非常にその、今、特に日本では人口が減っているということを背景にして、人のつながりというのは、これからどうなるかと言われていく時代です。だけども、そういう中で、じゃあ、いろんな人たちが、共にやっぱり動いていく、つながりってやっぱつながってるだけではなくて、一緒に動いて何かやっていかないといけない。で、そのつながりというのは、やっぱりお祭りであったり、お祭りだけじゃないですけど、何かそういうふうに自分たちがその体を寄せ合って何か一緒にやるということから生まれてくるんだ。そして、それを、実のところお祭りというのは非日常的な空間でもありますけど、それを駆動するような何かがそこに見出すことができるんじゃないか。だからこそ、災害で非常に大きな被害を受けたところでも、やっぱりお祭りというのは絶対やらないといけない。
ちょっと今日は、非常に駆け足でいろいろお話ししてきましたけれども、ちょっと皆さん、ご協力きっかけにしていただければと思います。すみません、どうもありがとうございました。小林さん、ありがとうございました。今、チベットの祭りと、のとに行かれた時のお話を、次の藤井さんにつなげるような意味もあって、お話ししてくれました。小西さんが金沢青陵大学にね、8年間いて、小西さんは一番最初、学部時代はゲームの勢力を研究したんですね。研究というか、どうも、卒業してね。で、その次に修士論文で、角野大学、秋田県の角野大学のマスル研究室なんですね。そして、博士論文で、チベットの、中国の自然諸島沖の、チベット集落のここに住み着いて、文教を中心に、チベット人の生態環境というものを研究して、今日はそのフィールドワークの研究に基づく話と、それから8年間、金沢青陵大学にいまして、金沢青陵大学にいる間に、能登半島の穴水町とかですね、能登町とか、そういうところの祭りの調査とか、祭りの神輿担ぎとか、いろんな形でそのつながりを持ってきた、それを踏まえて今日は話してみました。そして、後のディスカッションの時にも、その辺のところを藤井さんも含めて自由に話して、皆さんの本にもご意見を伺いたいというふうに思います。森さん、ありがとうございました。もう一度大きな拍手を。では、ここで、休憩いたします。5分間休憩。5分ほど休憩させていただきたいと思いますので、ちょっと見にくいかもしれないですけど、こちらの時計で2時10分頃まで休憩とさせていただいて、そこから、再開をさせていただきますので、またその頃に戻っていただければと思います。先ほど紹介ありましたけれども、紹介いただきましたけれども、京大の文学部を1985年に入学しました。で、祭りとかが好きで、本当は二流学で行きたかったんだけど、米山篠先生の江戸祭りのフィールドワークとかに参加させていただいたりして。すごいね。そうですね、これがまた。野生的に。これ上、1985年なんですが、1回戦の時にヒッチハイクをしていく。で、これ左側は中国で、積丹半島の無人の浜で、サバイバルって言って、で、そういう感じで、やって、右下は、非常に非常識なんですけども、当時、差別と表現だと、シェアシムになって、ロジンオジンとか言って、で、使用からマスクはあまり嘘を取って言いながら歩いて、で、必ずマクドナルドかなんかに買い物をすること、ただし、言葉は、うんとしか言っちゃいけませんっていうんですね。で、一つ、例えばハンバーガーの時に、ハンバーガーお願いしますっていうふうに言うと、そういうことはいかがですかっていうか、おっていう。で、そうやって買うっていう、そういう反応をいろいろつけながら、要は、本日したっていう。ですね。あともう一個、それでこう、1990年に新聞社になって、で、2002年くらいに、愛媛に行った時に、ちょうど市町村合併が吹き荒れて、もうその大嫌いっていうか、普通反対だったもんですから、そのために民族活とか、そういう農業とか、そういうことを取材するようになったのがきっかけでした。で、そこから2011年から15年まで、野上に行ったんですけれども、で、その後、その時、その民族学的な興味から、なんていうかな、祭りとか、富士山と同じように、日光祭りとか好きなんですけれども、で、今になって、その後、やっぱりもう一回宗教観で変わったのは、やっぱり自分の妻が6年前ですから、亡くなったんですが、で、本は下の本ですけれども、できるだけ、やっぱり闘病記みたいなことにしたくないなと思って、実際に書いたことは、妻から料理を教わったことと、あとはもちろん、こういう魅力も書いたんですが、
で、終わった後、娘亡くなっちゃった後、まあ、僕の家は会社を辞めて、新聞社を退職しまして、で、お遍路に行ったんですね。で、お遍路は2回目なんですけども、ほんと40日間ぐらい行ったらば、まあ、これは下の方は、千人寺っていうのを小山田健所さんっていう住職なんですけども、で、あ、お月さん、お久しぶりですね、みたいな話になって、いや、お久しぶりです。今回どうしたんですか、20日間も見てるから、ちょっとまあ、亡くなりまして、いや、私も実は3年前に亡くなりましてね、みたいな話で、で、まあ、そういう出会いがね、次に起きるんですね。で、お遍路っていうのは、なんていうのかな、奇跡が起きるとか、みんな言いますけど、実際本当に起きる、というふうに、すごい感じました。で、その中で、なんか自分の人生観が変わってきて、例えば、昔だったらば、明日地球がどうするんだろうかっていうときに、じゃあ今日何しますかって言ったら、最後に間に合うかな、何に打ち解くだろうかな、とか、最後に死ぬことなんかな、と考えたんですけども、もう今やったら多分、まあ、まず死ぬっていうことが怖くなりましたから、そうなると、まあ、明日死ぬとしても、まあ今日は昨日と同じように言えるとか、今のそういう気持ちですね。で、そういう意味では、なんていうかな、自分の命は自分のものだけじゃなくて、命は受け取られていると、そういう感覚っていうのは、その時間として分かるようになったものですから、まあ、忘れっていうのはその象徴じゃないかなというふうに、だんだん今、その頃から考えるようになりました。で今回、2024年、元日に起きたんですけども、まあやっぱりショックでしたね。自分が4年間住んでいて、散々飲み歩いてた朝市の近辺とか、全部焼けちゃった。で、まあ、直接の知り合いは亡くなった方はいなかったんですけども、朝市でよく行ってたお店のおばあちゃんが焼死していたりしています。そういうようなことがあって、でも一番怖いなと思ったのは、もしかしたらこれは村の終わりの始まりじゃないか。南北朝時代から日本の総存、子孫というのは、続いているって言われますけども、これがきっかけになって日本の村が消えていっちゃうんじゃないかなっていう怖さを感じて、それ以来2月からですかね、ほぼ月に4、5日ずつ通っています。で、まあ、まず山と海とのつながりっていう意味で、まあ、大地はみんな発祥して出ますんで、とりあえずこの網浜園でですね、これ珠洲の先端の方なんですけども、こういう、おちょけって言われる、虫よけって書くんですけど、おけでバーッと巻いて、で、それ巻いたら、砂の上に巻いた、その砂を短時間か後にこう一箇所に集めて、上から海水をかけると、下から約7倍の濃度の海水、淡水ってあるんですけども、かかっていきます。それをまとめて、大きな鉄釜でこう煮るんですね。約10時間、13時間かな、煮ると、白い塩が出てくる。で、残ったら、黄金色の液体、これはにがりです。で、これを使って豆腐なんかを作ることがあります。で、その昔はね、日本海だろうとどこだろうと対岸というのは塩田塩塩のを作るところだらけだったんですよ。で、ところが日本海側っていうのは看板の差がすごい小さい、10センチもないぐらいで、で、太平洋側、特に瀬戸内海なんか1メーターとか看板の差がありますので、で、瀬戸内海なんかでは、その看板を利用してこう水、海の水を導入してやるんですね。で、こっちは日本からちょっとできないから、えっちらえちらやって、こう水をかき上げて、こう、塩がものすごい回るんです。なもんだから、日本海側の製塩っていうのは一気になくなっていきます。だから江戸時代末期くらいからなってると思うんですけども、ところが、この奥能登の先端っていうのは、他に産業がないものだから、もうこれしかねえからやるべき、少々しょうがないっていうんで、それでも戦後、まあ、になってもずっと何十件もずっとなっちゃう。で、その結果何が起きるかというと、これぐつぐつ煮込むのにすごい木の量が必要なもんですから、裏山からすぐ木を切っていく。で、そうすると木を切って痩せるんですね。痩せると中松が生えてくる。中松が生えたら、今度そこに松茸が来るんですね。でも、その奥能登、特に、鈴あたりというのは、石川県で最大の松茸の産地で、農家によっては当時でも1軒で5000万円とか稼いだという店もあった、家もあったし、松茸のその収益だけで、こう、寺を運営したっていう松茸寺って言われているなということもありました。で、その、こう、というところがですね、まあ、ところが1959年の第三次営業整備によって、まあ、知っての通り、
塩は工場で作られる料理になっちゃうんですね。で、日本では沖縄で天然塩作りが起こったんですけど、沖縄は、本土ではこの人、高野さんとしてですよ、この人一軒しか残らなかったはずです。塩塩作り。で、その同時にこう使わなくなっちゃった、家使わなくなったものだから、まず松茸も消えてしまいました。残念ですね。で、これはね、中井っていうところで穴水町があったんですけど、なんでこれが出てくるかっていうと、この、ここはね、もう、塩を作るために鉄の釜があるんですけども、鉄の釜を作っている鋳物が盛んだったわけです。で、ここの鋳物っていうのはすごくて、でもう何千枚という鉄の釜をこうみんなにこう貸し出してました。で、ところが、ここは加賀藩の水を入れる、こう、保護されたものだから、過保護で、技術革新を怠るんですね。それによって、富山県の高岡の鋳物に負けて廃れていく。で、廃れた後に何をするかというと、こう粘土を使う。で、粘土で鋳物の型を作りますから、その粘土を使った型を作る技術を生かして盛んになるんですね。で、盛ん業になって、多分日本の一時期は東京駅だとこになったし、日本で一番の盛んを廃止する村と言われていて、でものすごい儲かっていて、小さな今200人では住んでないんですけども、そこに昔は女郎屋が10軒もあったんやという意味では、それは大体昭和30年代ぐらいですね。で、この下の人、松永さんですね、今、漁師をやってて、裏がボラ町やぐらっていう日本最古の漁法と本人昔は言ってますけども、上からボラが見えたら網をぐわーっと上げて取るっていうことなんですけども、で、この松永さんなんかは昭和、1965年に就職高くなりましたけど、当時、大卒の初任給の給料の約3倍もらってたんです。で、大阪万博の頃なんかはですね、30万円の札束をこう腹巻きに入れて、で、お坊さん北新地とか南なんかで飲み歩いたというふうに言いました。で、それによって、この、もともとのこの街並みなんかは全部茅葺き民家やったんですけども、こういう重厚な蔵だとか、全部瓦葺きになっていくと、大体昭和30年代からそれすごい盛んだったんですね。で、ところが、大体この盛んでる1980年頃から新建材が出てきたりして、一気に衰退していくんです。で、若者はまた大学行っちゃって、そのまま帰ってこなくなる。で、この辺にあった今、蔵ありますけど、今これは全部取り壊されてなくなっちゃったんですが、酒蔵なんかも消えてしまいます。まあ、つまり、中井っていうのは漁村ではなくて、都市的なところがある。で、それゆえに一つの産業がなくなると、それ弱かったっていう。まあ、それ典型的なのは実は中国産地で、中国産地は大正まで、支えが大正までたたら製鉄があったんですけども、で、まあ、いわば日本の最大の工業地帯、日本のシリコンバレーだったんですね。で、それも全部近代製鉄がなくなることによって、全部なくなっちゃって、だから中国産地っていうのは、日本で一番最初に競われなったと言われています。で、では塩と関わる祭りがですね、これ上はでかい引き山祭りっていうんですけども、これ最近10年、15年ぐらい前に復活したんですが、これ何の意味があるのかというと、巨大なこういう引き山を 砂浜の上こう引っ張るんです。で、そうすると何が起きるかというと、砂を締めるんですね。砂を締めて、そこを塩田にしていったというのが、祭りの始まりでした。で、この下は、砂取り節っていうんですけども、これ塩田の山する砂をそこにあるものが足んないものだから大きな浜から常に積んでくるんです。で、その時のこうどうやって積んでくるかとかいう知恵なんかを全部管理して、それを小戻りとして、実際までやったんですね。多分4年までやったんです。というような生活の知恵が祭りになっていたんですね。で、祭りといったらば、やっぱり、さっきも出てる、さっきも出てきたけど、のとといえば、こう、キリコですね。キリコ大きな灯籠ですけども、で、これはですね、大体、これ、右上が暴れ祭りって言って、のと町の牛津ってところにある、多分、キリコ祭りでは最大規模の祭りですね。で、こうやって、わーっと火を焚いて、昼の赤をやるもんだから、みんな焼けただらけなんですけども、もう神様のこの焼けってみんな喜んで焼けどするわけです。で、これが始まるのは夜9時頃からなんだけど、その前にはこうやって、もう家が全部開放して、
ヨガリって言うんですけども、道を歩いてる人が、ああ、できまでけーとか言ってくるわけで、僕何回も何回も何回も飲みましたけど、もうただでお接待する。で、こういうところでは、まあ、3歳の女の子が客に座布団を出して、中学生になると熱燗の加減が分かると言われていて、そういう経験が和倉温泉の加賀屋なんかのお接待、お手なしにつながっているというふうに言われています。で、この和倉温泉のすごいのは、みこしをですね、こう路面に叩きつけたりとか、川を読むに放り込んだりとかして、いかにぶっ壊すかということを頑張ってるんですね。で、みこし作る側は、神さんでいる神だけだったり壊させんっていうんだけども、上がれる担ぐ側は、片寝坊、担ぎ坊ですね。片寝坊だけにしてやるとか言って、一生懸命壊す。で、毎年毎年壊し続けるという、まあ、不思議な祭りです。これは放流、進の放流、七夕切子、高さ12、3メーターあるのが、こういう優雅な感じで、海の中をチャンプ、チャンプ、チャンプと揺れながら行く。で、この切子祭りは、今回の地震の次をつなんで、流されちゃって、今回できませんでした。さっきの暴れ祭りは、ちゃんとやったので、もう僕らはそう驚きましたけども、最初の2週間ぐらい、もう今年は祭りはできんのとかみんながっかりしてたんだけども、3週間目ぐらいからは、やっぱり祭りやらんと、わしら何もできんのって言って、いつの間にか40のうち32ぐらいが参加して、祭りは結構されました。いつですか ?7 月の8日の土日ですね。ああ。名越の祭りですね。32? すごいですね。普通40なんだけど、32ぐらいだし。はい。で、この切子っていうのは不思議なことに、能登半島の根元にある先端部なんですね。で、約150箇所になると言われてるんですけども、まあ、歴史の研究によると、この切子っていうのは秋田の関東とか青森の根豚とかと一緒で、京都の起源の風流道路とかなんですけども、の仲間じゃないか、京都からスタートしたんじゃないかと言われてます。で、半島の先端集中するのは何でかっていうと、日本海の海流で伝わったからですね。うん、当時は、今はまだ能登半島の先端って、平地って感じですけども、当時はもうむしろそういう海流というのがハイウェイだったんですね。うん、海こそが交通の中心であったということを示しています。で、能登は実は遅れた火山の農産村じゃないんだよということを言ってたんですけども、これは多分最初に指摘したのは、歴史家の網野千尋さん。この江戸期の公式の文書によると、例えば最大の都市の輪島ですね、輪島当時621件あったんだけど、そのうちの7割が頭振り、つまり小作人っていうことだったんです。で、小作人、7割を小作人ってすごい貧しい村だなと思うんですけども、そういう全部見ていくと、質もやっぱり高なところなはずだったんだけども、7割が 76% が小作人頭振りだったんですね。で、もっと調べていくと、彼が見たのは、上戸菊に家、下戸菊に家です。菊に家っていうのは、平の時忠、平家にあらずんだ、下にあらずといった時忠の子孫ということにしなっていて、まあ、この辺の大庄屋です。この大庄屋さんの、襖を張り替えるときに、剥がした襖を残してるんですね。で、それを全部調べていくと、不思議なことに、この大庄屋である菊に家は、頭振りであるし、まあ、いわゆる小作人である芝草屋っていうところから借金したんです。なんでこれってなんで、よくよく調べると芝草屋っていうのは海の商人、海商だったんですね。で、調べていくとさらに、輪島っていうのが7割が頭振り小作人なのなぜかというと、輪島のりとかそうめんとか海鮮魚とかそういうものがあって、電波がいらないもんだから、電波がないから、だからまあ、貧しいっていうか、土地がないやつやから、小作人、頭振りっていう分類されていたってことが見える。で、徳国系、さらに徳国系自体っていうのはどういうことでしょうかっていうと、炭焼きもやれば、塩田もやれば、鉱山もやれば、金融業まで営むような、まあ、総合商社みたいな存在でした。で、この徳国系って上なんですけども、なんか北前船を4隻所有していて、サハリンにまで行ったっていう記録がございます。サハリン。これ今回、さっきの上徳国系、地震で潰れちゃって、うん、見事に潰れてしまって、竪穴式住居になっちゃいますね。大ショックですな。
そうですね。だから、ね、進ました割り文書なんか本に入ってたもんだから、それ無事なのかどうかもわかんないですね。うん、で、祭りといったらですね、まあ、和島塗の前に、前を手出すんですけども、ですね、で前に出すんですけども、なんといっても特に能登町のあたりでは、アジの慣れ寿司が、まあ、祭りのごちそうごちそうなんですね。これ慣れ寿司は、まあ、琵琶湖の船寿司と一緒で、まあ、塩漬けにしたアジをご飯と一緒に木の樽につけて、まあ、梅雨時に40日間以上置いておくと、表面は真っ黒のカビだらけなんですけども、その下は乳酸発酵して酸味があって、すごい日本酒に合う美味しい寿司ができます。これ伝統的料理がされているんですけども、これも実はいろんな影響を受けています。以前はね、内陸では町の川という川を遡っていくウグイっていう魚を使って作っていましたけども、そのウグイがですね、国営農地開発、1965年から91年まで、まあ、要は稜線地帯、上の方を徹底的に切っていって、大きな農地を作ろう、開拓しようというのがされたんですね。それによって土砂がドワーッと流れちゃって、まあ、下側の河口に溜まって、ウグイが出場できなくなっちゃったんです。で、ウグイの寿司っていうのはこれなくなっちゃいました。で、それが大体90年代になった頃ぐらいなんですけども、で、さらに、まあ、普通は自然ではないんですけど、右に桶があるんですよね。で、こういうのは、慣れずの桶で作ったんだけども、それも桶職人っていうのは大体平成になった頃にいなくなりました。で、なぜかというと、昔は土葬だったんですね。土葬で、これ右下のこの桶は土葬用の桶です。盛んなんですね。で、ところが、火葬になっていくことによって、もう桶を作る必要がなくなっちゃった。で、どんどんなくなって、今、能登には桶職人が一人もいなくなっているんです。次にですね、これが。まず次、漁師の暮らしなんですけども、粟島ではね、海女さんって有名ですよね。で、海女さんというのは、実はこれは1569年に福岡の金ヶ崎っていうところから来たって言われていて、で、加賀藩にアワビを献上したらば、輪島側の千里千坪の土地を与えられて、ここに住めって言われて、1649年ですか、から住んできました。で、この天の人たちって天地区って今でもあるんですけども、言葉がね、全然輪島の人と違って、で、習慣も全く違って、他の輪島の和紙の人から言わせると、天になりそうな言葉は来たね。だけど、女はできんやんって言うんですね。こうやって、海女さんでしたから、すごい体がすごい鍛えてますからね、すごい綺麗な人が多いっていうふうに言われてました。で、海女地区は1962年頃までは、6月に総出で沖合50キロにある舳倉島っていう島に渡っていて、まあ、そこで10月まで海女漁をして暮らして、で、10月になると今度は海に戻ってきて、で、今度は灘回り、昔は船で塩漬けのイワシとか、ぬか漬けのイワシとか、そういったものを、わかめとか、なんとか、そういうものは、売り上げたんですね。で、今は車ですけども、その後は、鉄道ができて、鉄道で売り上げたりして、で、今もそうやってる商品が多いです。なども、って言い方今したいですね。で、まあ、ここで面白い料理って言えば、フグの卵巣のぬか漬けなんですけども、これ写真ちょっとなかったですが、フグの卵巣って、もう猛毒なんですね。それを2年間、ぬかにつけると、塩ぬかにつけると、毒が抜けるんです。で、それを実際に持っていて、このちっちゃな卵巣1個で、まあ、6000円とか7000円しますけど、とってもいいやつです。でですね、で、ここ、まあ、全部裸になってますけども、1960年代、要はウェットスーツができるまでは、アマの人たちはみんな上半身の裸で、祭事と言われるふんどし一つで潜ってました。だから今でも街を歩くと、おばあちゃんなんかはもう上半身裸で、こう網をこう直してたりとかしてて、裸に対する、こうなんていうのかな、タブー意識がないんですね。で、若い子なんかでも、よく、実際に本当は裸になるんだけど、島に行くと、わあって、大体こう、ウェットスーツで見ると、おしっこをすることには頭なんですよ。で、おしっこをして頭って、で、上がるとそれとか、シャワーに浴びるんだけども、おしっこしたらなんか頭にすぎたわーって言いながら、若い子はそうだなって、よく見るのを出して。
が多分いいと思います。でですね、これは、うん、でまあ、これは天地区の神輿で、まあ、天地区では大体天さんが稼ぐもんだから、あの男は楽している、酒ばかり飲んでる、信号酒ばっかりやって言われて、能登のかからく、能登のとどらく、能登はお父ちゃんが楽をして、加賀のかからく、加賀かなさんですね、まあ、あの、お母ちゃんがお坊ちゃんに行ったり、お花行ったりとかして、お母ちゃんが楽をしている、そういうことわざがある時代です。でですね、でちなみに海女さん、あの冬は何やってるかというと、大体昔は和倉温泉なんかにさ、今は大体あの和島のスナックの、あの店員なんかやってて、まあ、よくスナック行くと海女さんがいて、もう大体顔見知りだから、ああ、おじいちゃんが来てくれたのね、みたいな感じで、あのしょっちゅういまして。もう少し隣に和島崎っていうところがあるんですけど、漁師町なんですが、これは年様年頭、年様年頭って言って、年頭の行事なんですね。ところがこの年様っていうのはですね、なんでか知らないけど、1月14日に山から来て、で、20日には山に帰ってくるんです。海の祭りなのに、なんで山の神なんだろうっていう歴史を紐解くと、和島崎っていうのは、下はもともとは役所だったんですね。で、江戸時代は北前船に乗っかって、で北前船がダメになっちゃってから明治になってから漁師をしていた人たちです。なもんだから、まあ、漁師としてはこう姉妹なんです。で11月20日と1月10日に恵比寿様の恵比寿座像を描く家祭りのが恵比寿講っていうのがある。これは漁師の祭りなんですけども、実はこれは明治以降に始まる。で、まあ、かにね、それが祭りといっても意外にそうやって新しく作られているものがある。うん、でこの和島崎のところに今回、3月、2月と3月、4月に知り合いが行ったんですけども、ようやく4月に会えて知り合い、どうやったんですかって言ったら、まあまあ、すごい揺れて、津波が来るって言って、山の上逃げろって言って逃げるんですね。で、山の上で夜に8時ごろまで逃げる、ずっと下1キロぐらいのところに和島の市街があるんだから、どん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 ね、被害が広がっていく。で、ポンポンで、プロパンマスターが進んでいるのを次々にしてたと。で、それで8時ぐらいになって、もう津波大丈夫やろって言うんで、公民館に約120人が集まるんですけども、もう全然支援物資が届かない。じゃあどうするかっていうと、当時、あの正月だから結構ね、家にごちそうがあるんですよ。で、停電だけども、漁協の冷蔵庫ってマイナス30度ってあったんです。ものすごい超低温なんですね。で、そこにみんなが持ってきたのをバーッと置いておいて、でそれを特別されていこう。ね、で、それでは、水洗トイレ、トイレはどうしたんですか？そのそんな簡単よ。カニのいけすがあるんですね。カニのいけすには大量のこう海水があるんですけども、それを、台車で持ってきて水洗面所に使う。で漁船の発電機を公民館の配線に接続して、これ電気、電灯も使えた。でさらにはプロパンガスを公民館のキッチンに接続しちゃって、それも水事もでした。新木さんという女性に話を聞いたんですけども、みんなの知恵が集まって避難生活に役立ったと、漁師はたくましいよ、地域力ですよって言ったんですね。そうやってこう、なりわい、生業があるとかなり強い。僕らみたいなサラリーマンは弱いですよね。多分京都で何かあったり強いのは、西陣とか津久居酒屋とか、そういうものがあるほうは、比較的災害で強いんじゃないかなと。でも、ね、やっぱりそうやって強いんだけども、圧倒的にね、こう、もう仮設住宅が遅いんですよ。東日本大震災はかなり遅い遅いって言われたんだけども、全部作れたのが約8ヶ月後だったんですね。で、今回東日本なんかはるかに規模は小さいんだけども、全部完成するのは11月、11ヶ月かかったんですね。その間に、二次避難に行ってますから、年寄りなんかはもう、ボケちゃうんですね。かわいそうやから、ちょっと帰らせてやりやって、公民館にやってきてると、もう帰りたい、あんなとこ、いやとか言うと、公民館待ってきとか言って、何してもいいからねとか言ってたんだけども、3月でその避難所が閉鎖されてしまって、まあ、仮設自宅、ようやくその頃からポロポロと来始めたという感じなんですが、僕の知り合いの90歳のおばあさんも、金沢の施設に連れて行かれて、そこで散歩できなくなってボケちゃって、つい最近死んでた。これはですね、北前船の有名な、の
名主の館なんかとか、あの全員の町だった広島門前町、旧門前町の広島ってことです。で、まあ、これは非常に、北前船の伝統が戦後も続いてて、まあ、1970年代ぐらいまではほとんどの世帯主が船員でした。で、それが2024年を見に来た、左上にある門見家っていうのが、重要文化財なんですけども、完全に潰れちゃった。でここからさらに3キロ、どん詰まり、向こう側に、奥側が黒島なんですけども、ずっと来て、道路のどん詰まりにこれ、集落、これが深見っていうんです。でこの深見集落は2007年の能登半島地震でも、こう、道路にとか、土砂が落ちて孤立しました。で、孤立しちゃって、どうしたかっていうと、船でみんなで集団脱出ですね。ものすごい集団の結束力があって、みんなで集団合宿して、向こうで公民館で暮らすんだけど、もう職員やってみんな苦労してるんやから、わしの手伝おうって、自分がして水拭きとかは春だったから取りに行って、料理をして、トイレの全部掃除をして、でものすごい公民館がいい集団です。で、今回、なんでか知らないけど、なんでだろうと思ったんだけども、船じゃなくて、ヘリでやっぱ集団合宿したんです。これはその結果、なぜかというとこれですよね、左下。これ深見の漁港ですけども、これ船が下に降りてすぐに、大体この辺までは海だったはずなんです。この辺で3メートルから4メートル隆起しちゃって、とてもじゃないけど船使えなくなってしまいました。結構、ゴンズマリの高級集落でですね、大体世帯主36人中26人が船員なんですね。で男がいないもんだから、無事に消防隊っていうのを作って、避難所なんかに水をあげておいて、1ヶ月に交換して、でそこでこう消防訓練なんかもして、ものすごい団結力がある集落になっていました。で、ここに3月に行ったんですけど、3月にはまだ全然入ることができなくて、5月に昼間だけ入れるようになったんで、行ってみたらば、おばちゃん、この2人のおばちゃんがいて、あれあなたねって言ったら、まあ、十何年前に取材してたんですね。で、まあ、すごい独立の、すごい議員のおばさん、六田さんとしますけども、その人は、あんた、来たな、覚えてますって言ったら、あんた名前なんか覚えてるのは、イケメンしか名前覚えてないって言ってるんですけど、僕はイケメンちゃうかって言ったんだけども、で、この人たちに話を聞いたわけですね。で、元日にね、まあ、孤立しちゃって、で、みんながぞろぞろとその避難所に集まってくるんですね。で避難所にはさっき言ったように水タンク、20リットルの水タンクを5つ常備していました。で、食材は、まあ、正月のものを持ち寄ってきて、まあ、なかなかいいものがいっぱいあったそうなんですけども、それをみんなでごった煮を修理して、で、食べていくと。で、家のトイレは使えないからどうするかというと、あんたん田んぼ使って、眼鏡で、田んぼに穴を掘って、でそこに2枚の板を渡して、青いビニールシートを掘って、トイレにして。でもうそういうのを10日ぐらいそういうクラスをしてたんですけども、うん、で、まあ、この質問に合わせると、12日間ですね、12日間おいしいものを食べて、トイレも気兼ねしないから、もうレモンも盛大に出たよって、あ、めちゃくちゃ楽しかったわいね。で、毎朝7時には、こうみんながシニアンドに集まって、ミーティングをして、その日の作業を振り分けます。そして何か言うんですか作業を手伝ってほしいで言うって呼びかけると、この左の浜谷さんという人は、旦那さん亡くなって一人暮らしだもんですから、男手がないんですね。だから、うちのちょっとやってくれんねって話をして、まあ、男の人がガラスが割れたところにテープを貼って、天井にブルーシートを貼って、何でもかんでもしてくれました。でところが、1月11日に市役所の職員がやってきます。市役所の職員がやってきて、ここは危険だから全員避難してくださいって言うんですね。でそれで、僕たちさんは、嫌ですって言うから、ね、でもこっちで自分の私は大丈夫ですって言うんだけども、まあ、そうは言っても、急病人が出ても、救急車も消防車も来られん、何より命が大事です、水もないから衛生的じゃありませんとか言われて、しぶしぶ引き受けた。で、12日にヘリコプターに8人ずつ乗って、3キロ南の門前にしよう。小学校の体感に逃げていきました。で、そこでは20日間過ごしたんですけども、他の地区の人と一緒で60人ぐらいにしまったんですが、
で、共同生活が気を使うし、トイレも汚いし、食も遅くなるし、トイレしたくないから食も遅くなるし、体調を崩してる人が次々出てきた。で、それで2月初めに、二次避難で、この六田さん、右の人たち、12人は、金沢駅の裏のアパホテルにいるんですね。で、そこでもアパホテルの中でも、もう彼らがよくしてなくて、毎日必ずミーティングって言って、あんた最近調子はどうねみたいな話を必ずしていたんです。ちなみに、この浜谷さんという人はですね、1月11日か、この集団避難の前日に、娘がやってきて、牛に来いって、カナダのうちにおいでって言って、で、まだ道路がないんだから、海岸線で股関節の死体を四つん這いで歩きながら出て行って、娘、カナダの娘の家に行きました。で、2007年、前回の地震の時には、浜谷さんのお母さんが孫の家で、カナダなんですけども、1ヶ月過ごしていたんですね。その時にそのお母さんは、もう二度と行かん、神は離れたくない、絶対嫌やって言ってらしいです。で、浜谷さんは実際行ってみたらね、どうだったかというと、17年前のおばばの気持ちがよく分かりました。娘の旦那がおるから気遣いするし、娘はきついし、私は深みで最後までずっとおりたい。何かあったらみんな声をかけて協力してくれるし、深みの仲間が最高、ね、すごい可愛いって明るいおばあちゃんですね。うん、本当にね、深みが大好きという人です。で、ちなみにこれ2010年に最頃には、33世帯73人いましたけども、2020年の国勢調査では28世帯56人、十数人落ちてます。だけど、ここにこれだけ団結力があって、しかも孫やなんかそういう人も遊びに行くようなところですから、たまにも言うたんですけど、たぶんこの村は大丈夫じゃないかなというふうに僕は感じています。次に山の集落ですね。これは大西山といって、輪島から通常だったら40分ぐらいなんですけども、標高200メーターぐらい、大体冬になったら1メーターぐらいの雪が降るんです。で、ここではですね、まあ、本当に山の中の集落なんだけども、炭焼きやってたりとかなんかするんだけども、1980年頃にある女性が、草刈りがしんどいな、しんどい草刈りなんかと思って、花でもあったらいいんちゃうかみたいな感じで、ホームセンターで水仙の球根を3粒買ってくる。450円だったんですけども、花を見れば草刈りの強さを癒されるんじゃないかなって。水仙ってどんどん増えて、水に残しに増えていくわけです。で、それをみんなの周りに集落の人にバーって行って、こうやって 何万もの水仙が春になると咲くようになっていました。で、まあ、能登の桃源郷という人みたいな。でここではね、元教師の坂本春夫さん、当時73歳だったんですけども、が、もういろんな村おこしをして、お嬢さんとして、水仙の季節をウォークラリンとか、マイクロバスで花火大会に行ったりとか、バーベキューしたりとか、そういった村おこし、村の人たちのつながりづくりっていうのを一生懸命頑張ってました。で、当時、彼がおっしゃったのは、何もないところだけど、輪島で一番花が綺麗だと思ってます。みんなで仲良く美しい里を作って、町に出た子が素晴らしい故郷だって自慢できて、帰ってきたらゆっくり休める場にしていきたいねとおっしゃってました。で、この大西山のね、多分8割は、これ田んぼなんですけども、集落の上にあるんですね。で約 7畳、7ヘクタールぐらいあるらしいんですけども、で、まあ、この時、2007年まで水道はなくて、湧き水を使ったんだけども、田んぼがあることで水源を補う。でところがこれから高齢化して田んぼがダメになっていったら水はダメになっちゃう。水が出なくなっちゃうだろう。ということで当時の区長の向畑さんという人が尽力して、この2007年に水道を作りました。向畑さんという人は当時60代だったんですけども、同年代の4人ぐらいの人たち、まあ、この集落で若手ですね。で、他の工作を受け負っていました。で、この人がおっしゃったのは、田をやめたら草も枯らないようになって、町内が草ぼうぼうになると。私はあと10年はエルリゲン、百姓で利益を上げられるに努力したいのを予想していて、さっきおっしゃった、坂本さんなんか、向山さんたちを、集落の最後の守り人って言うんですね。で、当時、2013年にすると12年にすらしましたけども、昔、能登半島には熊やイノシシはいないって言われて、これは実は江戸の初めまではいたんだけども、すごいこう、都市化されて人がすごい多かったもんだから、イノシシを全部追っ払ったんですね。なもんだから、イノシシも全然いなかったんです。
ところが2012年、僕はちょうど行った1年前ですね、これも1年前なんですけど、大西山で初めてイノシシが出たんです。で、まあ、桃源郷がね、そのイノシシが増えていったら、大変なことだなと思ったんですけど、こう山に戻ってしまうんじゃないかのみたいな声もちらほら出ていました。これ、2024年、今年の4月ですね。で、坂本春夫さん、さっき言ったあの元先生ですね、この人が帰ったんですね。帰ったというのは何かというと、ここの地域はですね、まあ、正月の地震がありましたよね。で、ここは馴染み地区っていう約人口700人の旧村の地区なんですけども、で、まあ、3日か、最初の3日間までは車中泊をして、倉庫で食事を取ったりして、ところが10日ぐらいの夕方、消防の関係者が訪ねてきて、馴染みは全校避難することになりました。明日午前9時までに荷物1個だけ持って改善センターに集まってくださいって言うんですね。で、700人が一斉に、まあ、車の人よりもヘリコプターに5、6人ずつ乗っかって、輪島市街の中心のマリンタウンというところに飛んで、そこから50人乗りぐらいの大型ヘリで金沢に行って、で、二次避難してしまいました。で、17件当時があったんですけども、ちりぢりバラバラになってしまった。で、それでもどうしても、この坂本さんとしては、もう大西山、自分の里大好きなもんだから、水道はまだないんだけども、2月になって、2月17日ですね、停電が解消されるんですね。そうすると、たった2人で戻ってきたんです。もう1件だけなんですけども、でもう僕が行ったとき、4月に行ったときも、郵便も宅配便も届かない、食料支援も当然ない、病院の商店までは車で20分から30分かかる、まあ、水道も復旧、出給してないけど、まあ、以前に水道整備前に使ってた地下水を汲み上げることで何とかしている。で、まあ、しみじみ言ったのは、本当にポツンと一軒家やなって言ったけど、本当にポツンと一軒家だとしまったんですね。ちなみにイノシシはどうなったかというと、今は本当にイノシシだらけで、さっきの田んぼなんかも、その電気柵を集落中でやらないと、米は全部壊れちゃいます。で、まあ、4月にこんな感じでまだ綺麗で、水仙も若干残ってましたけども、ちらほらと、まあ、上はまだ綺麗ですね。ところが下、これは7月、次この間行ってたんですけども、は田んぼのあぜに全部雑草が生えてますよね。で、もう今年はもう多分このイノシシは全く。看護は当然できなかったし、他のものもできないだろうなと思っています。でですね、ちなみに大西山は比較的ね、地震の被害が軽くて、全員のほとんど全壊がないんですね。坂本さんだけも10破壊でした。でも、10破壊の場合に、ね、いくら修理費が出るかというと、法的には34万3千円が最大の地。となると、プロの修理由来しかできないんですね。で、この辺の高齢者は、坂本さんはまだ先生やったから、ね、年金がよくありますけども、ほとんどの人は国民年金、満額でも月額6万8000円しかない。そんな状況で、まあ、西山に戻ってきたいのと言ってるんだけども、どれだけの人が自分の家を直せるかどうか、わからんねえ。仮設住宅の期限の2年が過ぎたらどうなのかねえ。集落が終わってしまうじゃないか。私らも金沢に行こうかとか、冬だけ子供のところに行こうかとか、いろいろ考えてますっていうふうに坂本さんはおっしゃっています。で、ちなみに集落の上の棚田、7ヘクタールあるっていう棚田は、向谷さんが亡くなった後、70歳前後の、まあ、まあ、いわゆる若手ですね、が2人で耕してきましたけども、今回の地震で亀裂がいって、水路も亀裂がいって、農道もダメで車が行けなくなっちゃって、まあ、田植えを断念したんですね。でもう一つ、椎茸を大規模に栽培する人もいましたけども、それも林道は全部崩れちゃって、ものはできないと。ただその人はまだ諦めてなくて、歩いて作業員なんかやっている人。こういう米作りとか椎茸栽培とかのなりわい、成長があるから、若手が集落に残って、雪かきなんかもできるし、冬でも生きていけるっていうのができるんですね。これもっと早く、ちょっとでも早く農道を修理していれば、多分一部でもいいから田植えができたし、林道を整備していれば、椎茸栽培は担当できたはずなんですね。で、本当になりわいを諦めたら、集落は終わってしまう、村は終わってしまうというふうに。で、今7月に行ったでこんな状況ですけれども、まあ、ポツンと2件、
さっきの坂本さんとその目の前にもう一軒だけ住んでるっていう。珠洲市の先端の六甲崎灯台のすぐ近く、ちょっと西側にある横山っていう集落ですね。この集落はさっきの大西山は大体2013年当時25件でしたけれども、この2013年に30件、まあ、ほぼ同じ規模の集落です。で、まあ、ここでですね、この三上義治さんでしたんですけども、まあ、1999年に何度か村を襲撃で、うちの村もなくなるぞとして、一村一品がその当時流行ってましたから、なんやかんや話をしたら、畑の大豆を絞った豆乳を海水のにがりで固めて豆腐を作って、あたりとか、あとまた納豆も手作りしたらという年寄りの話が出てきて、そしたらそれで一本一村一品でやろうやったりしたんですね。で、99年から大豆の共同栽培を始めて、寄生豆腐とか、わらずとの納豆を作ってイベントに出品するなと。結構うまくいったんだけど、2003年に低温と長雨、その大豆畑が全部全滅しちゃうんです。で、この愛情って時に、ある農家が、うちにある豆を使ったらええでええよというふうに、豆を飲んでるんですね。その豆はね、見られない豆で、普通の大豆よりかなり大粒で、で黒いへそがあるんです。これ在来種でね、大浜大豆って言われているので、もう40年以上前にほぼなくなったと言われているものでした。で、これで、これは面白いじゃないかって、南さんは思って、で、こう、最初のチャンスの共同栽培のだけだったんだけども、この山の上の開拓地、この広いところをこう、旗をこう作るんだけども、タバコはまあかんやろってことで、全部を大豆に切り替えですね、みたいな。こうして大豆を大きく作り始める。で、それで作ったものを京都とか岩手とかのこだわり豆腐の店に持っていったら、すごい甘くて美味しいって。で取引が始まりました。実際ね、僕もよくいっぱい買ってきてるんですけど、もう本当に甘みがあって美味しい豆です。もう普通に煮るだけ、水に煮するだけでも美味しい。ね、で、この海は近くにある道の駅六甲崎なんですけども、でそこでももう超人気商品になって、この地豆腐とか、あと豆腐、これちゃんと豆腐は出てなくて、豆腐はにがりはさっき言った揚げ浜塩田のにがりを使っています。で、それと、ストーニューソフト、おからドーナツっていうのがもう大人気商品になって、まあ、それだけでもこのさんの周囲が元気になってて、横山の人なんかは1999年ぐらいはうちらの村はあるんじゃないかって言ったのが、マスコミに出て、横山、ええ、集落やって言われる酒、どんどん親戚したのって、すごい元気になってたのが2013年に行ったんです。で、2024年元日に何か地震が起きますよね。で、地震でどんな状況だったのかと三上さんに聞いたら、家にいたんだけども、柱が左右に30センチも揺れて、天井が割れて、青い空が見えとったわ。これどれの人生も終わるかな、しゃあないわな、と思ったわ。ガハハで、しばらくして揺れが収まって外に出ると、津波が来るぞーっていう叫んで、集落中の人が高台にある三上さんの家の前にいます。そして、まあ、津波騒ぎが収まって、集会場に避難していくんですけども、まあ、この本が27世帯今あるんですけども、まあ、大体小山本も含めて約80人が集会場にいます。で、集会場ではそれずっと納豆作りをしているから、バランス納豆をするから、大量の古い毛布とか布団があるんですね。で、それを敷いたらみんなが寝れるような十分のものがありました。で、さらに大豆が巨大な鍋がありますから、それでみんなのための味噌汁を作れた。で、さらに、農業用の500リットルの、タンクと水中ポンプがありましたから、で地下水を全部組み上げてして、それで水洗トイレも使えました。で、電気も実は宝くじで前年に非常用発電機が当たってたものだから使えました。ただ、まあ水道なんかはないのだから、風呂はダメなんですね。なんだけども、実は五右衛門風呂って家が一軒、あとは循環式じゃなくて、こう、追い出しができる古い風呂を持ってるのがもう一軒なんですね。で、それを使って集落の人がみんな循環で風呂も入ることができた。で、洗濯機はね、全自動はちゃくちゃ水出さないとダメなんだけど、二層式は大丈夫なんですね。で、二層式してる洗濯機が集落に2台だけあるんです。で、それを順番に使って、ちゃんと洗濯もしていました。
で、まあ、古いものが活躍したわ、近代的な、まあ、ダメだったわっていうふうになるのは分かってますね。ところが1月4日になると、燃料のガソリンが切れてるんですね。で、どうしようかっていうふうに言ったら、まあ、帰省していた若者、カナダに住んでる若者がいいです。で、トラック2台で片道16時間かけて、カナダに出て行って、その間に友達のところに、ちょっと灯油はガソリン集めておいてくれっていうふうに言ったら、友達のその友達ってみんな集めて、大量のガソリンを集めて、もう持っておいてくれ。で、それを、こう、トラック2台で、もう600リットルか。のガソリンを積んで帰ってきて、何とかなったんですね。で、何でそんなに来たんかねって言って、皆さんに言うたら、横浜はこの人は、そば打ちなんかの行事や、動物掃除や、草刈り、水虫なんかに、都会に出てた子供の飲み物だよ。そういうシステムが作ってあるから、よかったよ。常に日頃が大事なんや。で、まあ、母は意識して、その縁というのを作っていた。で、全くその友達の友達も呼んでいて、旅館のためやったらガソリンぐらい集めてるわ、集めてやってくれる友達がいっぱいいた。で、ここの集落では27軒だかな、そのうち1軒だけ東京の子供のアパートに3月末まで行きました。で、あと、病気の人や障害になる5人、自立生活できない人は金沢に避難していました。それ以外はね、全く自立避難してません。ずっと家コンに集落にいて、まあ、10日ぐらいして停電を解消したら、じゃあうち帰るわって言って、壊れた自宅の一室だけ片付けて、そこに寝て、まあ、昼間は集会で集まってして、みんなに食べたりとか、作業したりとかするっていう生活をしてますね。で、隣の野呂市地区ってところは、まあ、他の集落も大体そうなんだけども、65歳以上の住民は全て自治避難っていうことをするもんだから、ガラーンとして、本当集落歩いても誰もいないっていう感じでした。で、だからね、こう、まあ、市長が来て回るんだけども、横山に来た市長がびっくりして、なんや、ここはみんな残ってるばかって驚いたらしいんですね。で、それに対して、三上さんは、横山の人間鈍感なんか、しょっこり神経抜けておかしいやん。市長、あんたが鈴におる間、わしらは鈴におるわい。って答えたんですね。本当にユーモアがあって、まあ、エネルギッシュな人です。うん、で、三上さんはこうやって上で開拓地で、8ヘクタールぐらいの大地を作って、横山の集落水田の集落水22畳、22ヘクタールあるんですけども、その8割を耕作を受け取りました。で、地震後、水上さんはじめみんな、これは集落各地を見て回るんですね。で、見て回ったら水田のパイプラインが20箇所以上で破断して、ここは。で、さらには農道も崩れて、開拓地の農家に上がれない、畑に上がれない。で、さらにさ、そういうのが発見するたびに、こう市役所とか県庁とか、あとは国会議員、知り合いの国会議員の方に行って、はい、なんとかしてくれやという話をするわけです。で、なぜそうするかって、5月に田植えをして、大豆の種をまかないと、その年の収穫はゼロになっちゃうんですから、それまでなんとかしてなんとかで必死なんですね。で、そうやってなんとかなるかなと思ったら、今度開拓地の乾燥調整室っていうのが2億円ぐらいかかるのを施設があるんですけども、それが全壊しちゃってる。これが8月の末までにできないと、収穫した米や大豆を全部腐らしちゃうことになるんですね。で、もう、まあ、そういった農地とか農業施設、旧災害復旧が費用の9割は補助されるんですけども、ところがですね、何も対応してくれって言ったんだけども、補助を受けるにはまず自分で支払えって言うんですね。2億円ですよ。2億円なんかまず自分で支払うって大変なことなんですけど、それに三上さんはもうそれ怒って、川桶に片足突っ込んだ77歳のじいさんに銀行金してき金なんか貸してくれん。どうしろって言うんやって言って、まあ、まず、あ、少し言ってもらって、多分それが大丈夫だと思うんだけど、その結果はまだ聞きません。うん、なんとか8月いっぱいに施設を作ってくれって言ったりとしてね。で、この横浜山の非常に苦労はしてるんだけども、みんなが住み続けて、電波や労働の様子をいつも見て、問題があればすぐに相談したり、抗議したり、自立してるんですね。だから他の集落に比べれば、労使の復旧のベースはかなり早く、ベースが早くなるんです。で、そうじゃないと市外に避難してた地区は、被害の把握すらできないですね。で、労働なんか募集してもらえなくって、山の上の農地までガソリン抱えて、どこで草刈りに通ってるっていう領事さんもいるらしいし、あと、さらには、さっき大西山なんかそうですけど、まあ、あそこも人がいないもんだから、
このマンションこういう金だ、もうそれを文句言うこともできない、要求もできないという状況になってますね。でもう一つ、同じ同業がやってても、市場に出荷してない、市場に出荷してないという人の自家用の畑っていうのはね、この補助の対象外なんです。でそうすると、イノシシ処理の電気柵を普及したくても、全部自己負担になっちゃう。そんな出来は、このままでは農家やる気をなくして荒れてしまうと。大きな農家じゃなくても、小さな家庭菜園だって、それがなくなると材料は草ぼうぼうになっちゃうと。小さな家庭菜園も 大事件で、それに対して言いました。うん、でまあ、何が必要か、さっきの名誉の豆腐ありますね。豆腐はもちろん大豆は大事なんだけども、塩田で塩を作ってないと苦味を手に入れられなかったんですね。隆起していて、100メーターぐらい海岸交代してますから、それを海水浴を受けても大変なんですよ。そのためにボンプとかそういうの整備しなきゃいけない。それをうまく組み上げられなければ、塩田が復活しなければ、この大浜大豆の豆腐も復活しないのに。あと魚介類の供給質を美味しい海藻なんかを取れるんですけども、これも、漁港が全部隆起しちゃっていて、100メーターも出したら船を出せないんですね。せめて、その沖合までコンクリートの道を作って、簡単なこういう発動点を作ってくれたらば、そこからこう天満線を出していって、海藻を取ることができる。でそういうことは全然対応できてないもんですから、大阪から移住してきて、釣り船を教えした人は、もう、こちら無理やって帰っちゃった。せっかくの相談者なんです。あと、美味しいリンゴを作ってた果樹園は、農道の崩壊で作業できないから、もうリンゴはあかんやろなーって諦めきってるって話も聞きました。で、まあ、さっきの道の駅みたいなものを支えてる農林漁業の基盤の早期の復活が必要なんですけども、もうそれが今、何かできていない状況です。で、道の駅でやってるこの大のお姉ちゃん、アイターンですごい頑張ってほしいんですけど、この人が言うのは、もう第一産業のなりわいがあるから、里山里海が維持されてきたと。創造的復興って言うけれども、なりわいを支えてきた人を支援して、なりわいを団子のように貫いて、今ある資源を大事にしなければダメですよっていう散々訴えて出していました。うん、で、全体的には何が必要なのかっていう、ざっと言うと、まずすぐに住めるところ、仮設住宅がもっと早く、例えば大西山なんかの近くにできていれば、仮設住宅に住みながら自分の家に通って、自分の力でテントン、テントンでちょっとでも修理できる。もう自宅もできる。で、そこでも人が集っていれば、だんだん元気になって、質も上がりますんじゃないけど、まあ、今年も祭りやらんかと、まあ、切り子は活源でも組み立てるだけして、ちょっと飲もうやって話になるんですね。でそういうふうに、まず住めるところがあることですね。あと、なりわいの基盤、さっきみたいな農道とか林道とか、イノシシよけとか、そういうものがちょっとでも早くできれば、大西山もしかしたら、もう少し生き残れたかもしれないと思います。で、あと、諦めのつながりを諦めて するには、やっぱりさっきの横山のもそうだし、深見もそうだけども、人のつながりですね。人のつながりがあるところ、住民が集う場があるところ、で、サービスの人がやってくるところというのは、やっぱり元気やし、まあ、今年も何かやろうわいって話になって、実際になっています。で、こうやって人がつながることによって、みんなが集約を継続していこう、なんとかしていこうっていう立ち上がる際に、祭りっていうのはすごい役をすごい果たしてきて、まあ、祭りをやれば、そこに人が来るんですね。外の人が来て、この祭りはええね、雰囲気な、よく頑張ったろみたいな話をしたらば、じいちゃんたちも、そうかの、じゃあちょっと飲んでけや、って話になって、呼ばれが始まって、またそこでみんなで酒を飲むみたいな関係が作られていくと思います。で、この能登の祭りで、ね、一番詳しいのは、藤井浅尾さんという人が、アイタンの人がいるんですけども、この人が、切子祭りのことを言ってたのは、切り子の数が減って、担ぎ手が減って、代打代謝をつけて、切り子をやめて乗り人だけになった集落もあるけれど、祭りはなくなりません。逆に、大切な祭りをやめる時代になったときは、精神的にも限界集落になってしまいます。まあ、要点のイベントなんかは、金、補助金とアイデアが切れたらしまい、
世話をしないだけど、祭りは地域住民が神様の名のもとに労力も金も奉仕して何百年も続けてきました。さらに客にご子孫、まあ、なんとかの外の、外の人にもすごい抱かれた存在が祭りです。で、彫刻を彫ったり、漆を塗ったりとか、何世代もの人々が少しずつ改良することで、今の桐子祭りの形ができてきました。で、信仰という基本を保ちながら、流行を少しずつ取り入れてきたのが、能登の桐子祭りの素晴らしさですって言ってました。で、世代を超えた視野を持って生きることのその長さ。そのシンボルは、その祭りじゃなくて、この祭りとか桐子じゃないかなと感じています。あと、最近、まあ、さっきの僕の講師のあれとペンネの反応でちょっと書いたんですけども、あの戦争ボアンダーっていうことなんですね。レイチェル・カーソンという人が言ったんですけども、同じ名前の本もあるんですけども、このまあ、神秘や不思議さに驚き、目を見張るような、行事のような感性なんです。で、子供の頃なんか、夜の別荘地なんか歩いてて、行き止まりになって森があったりしますよね。そうすると、大人はなんか、まあ、ここから先は何もないぞって言って、でその先何やんのって言うと、まあ、その先は山があって、その先行ったら道があるだけよって言うんですけども、で子供にとってはね、森の奥に何があったら行ってみようよって思った記憶は皆さんも絶対あると思うんですが、で子供にとってはそういう道の話なんだけど、大人にとっては行き止まりでしかない。でさらに、まあ、例えば、ものすごい速さで流れている台風の雲ですね、あの増水で湖のようになっちゃった、河川敷っていうか、なんか、ノアの箱舟の世界がこのようにはみ出してきてるみたいに感じられるんですね。なんか、すごいワクワクするんですよ。で、そういう感覚が多分、センスはオーバーなのかなと思ってるんですけども、で、それについて、レイチェル・カーソン、この時に書いた時、まもなく亡くなる直前、末期の癌で、多分半年後ぐらい亡くなるんですけども、その彼女はこう言ってます。地球の美しさと神秘を感じ取れる人は、科学者であろうとなかろうと、人生に飽きて疲れたり、孤独にさえならることは決してないでしょう。たとえ生活の中で苦しみや心配事に出会ったとしても、必ずや内面的な満足感と、生きていることへの新たな喜びへ通ずる小道を見つけ出すことができると信じます。地球の美しさについて深く思いを巡らせる人は、生命の終わりの瞬間まで生き生きとした精神力を保ち続けることができるでしょうというふうに書いています。で、そんな戦争を不安で何で紹介したかというと、僕はもう能登のお年寄り、高齢者、じいちゃん、ばあちゃんに、まさにそう戦争不安だを持っている人たちじゃないかな。その戦争不安だが、信仰心とも言うだろうし、能登は優しいやつ、島君と言われるような優しい人たち、優しくって粘り強い人たちを作り上げているんじゃないかなと思うからですね。最後に、まあ、その、この上からか、旧西本であって、上大沢と大沢とかが、ここの集団域なんで、今も水道が通らなくて、まあ、誰も住んでいます。なんだけど、みんな通ってきて、田んぼができるところは田んぼを作ってやってるということです。で、まあ、5月に行った時なんですが、そこに素敵なおばあちゃんとおじいちゃんがいたので、最後にその動画を見ます。ことは言わないけれども、その山が楽しみ、海が楽しみな、半分をこう作ってあげて、準備して半分ぐらい作られて、なかなか来て、まあ、子供のここも真ん中まで来て、真ん中からまたここまで送って、どこのおればで、やっぱり生まれとかったことに先に進んでたっていうこと。いやー、そんでも戻ってくる人も若い人らはね、から大人の人も分かる。だから、まあ、80、50になったけど、こうね、もう一時やと思うだけだけど、そこでただ自由をしたいだけ。山へ行けば自由、海へ来れば自由、うちのおってもまたね、だから自由やだけで、それがただ、あちら、あちら。ね、
このままここに住みたいですね。やっぱり海見て水泳線を見ること、ここ来て水泳線見たら、そーっと気持ちがね、仮設住宅乗っても、頭が何かもやもやってしてるんで、やっぱりここたまに来て、水泳線見て、海に行こうかな。ありがとうございました。ありがとうございました。非常にリアルに、能登の今の状態と、それから2013年頃の、まあ、ほぼ10年ぐらい状態の対比を鮮やかに示する上で、この後のディスカッションの非常に重要な素材データを提供する、本当にありがとうが、改めてもう一度大きな拍手をありがとうございます。それではここで、まあ5分というやつ、もうちょっと短い時間にあるのは佐藤ですね、最後の分になりますが、すぐここにですね付けを出して、ディスカッションして、まあ4時までに終わりますので、はい、これからちょっとセッティングをさせていただきますので、まあ、終わりましたらまた、はい、指導させていただきたいと思いますので、また休憩をさせて。それでは早速、ディスカッションに入りたいと思います。お二人の話をお伺いして、大変いいとというのか、まあ、いろんなことを考えさせられます。で、一つはですね、まあ、現地の様子というのをリアルに感じたことですけど、私が今日一番感じたのは、ちょっと皆様、会場の皆様には、まあ、そういうところはポイントではないんだよねとおっしゃるかもしれないです。私は今日非常に鮮やかにですね、学問的な方法論とジャーナリスティックなアプローチというものの持っている違いというのか、特質というものを痛烈に感じました。本当に痛烈に感じました。で、私はこの会場で、まあ何度も何度も学術シンポジウムみたいなものをやってきて、まあ、一部分ジャーナリスティックなところもありましたけれど、今日ほどですね、ジャーナリズムが持っている力というのが大事さっていうのを、感じたことはありませんでした。で、私が付き合っているジャーナリストは奥ゆかしい人がいるもん多いもんですからね、藤井さんみたいにね、本当に中に入っていて、ざっくばらんにっていうのが、現地にガーッとこう入っていって、その現地の言葉をね、うまく伝えられるような方よりも、ちょっとやっぱりこう、もうちょっとこう、指摘にっていうのか、こう、くるんで伝えてくれるような人が多かったもんですからね。学芸部長とか。まあ、そういうふうになっていくような、ちょっと管理職になっていくようなタイプのジャーナリストとか、結構多かったもん、あるいは、こういろいろね、まあ、大学の先生になっていくようなジャーナリストは多かったもんですから、私は、もともと藤井さんと出会って感じていたことなんですが、今日の藤井さんのお話を聞いて、あ、本当にジャーナリストってすごいな、とか、ジャーナリストが持っているこの感覚を大事にしないといけないんだ。今までジャーナリストに対してはすごいなとは思っていたけれど、ここまでね、こう学問と本当に接続しなきゃいけない。それから学問だけじゃ政策とか、まあ、いろんなところと接続しなきゃいけないということを、まあ、今日ほど強く感じたことはありませんでした。で、それは何よりもですね、これは藤井さんってやっぱり特殊なんだと思うんですね、ジャーナリストとして。それは浦和高校を出てね、埼玉県からね、京大に来てね、京大で一つのカルチャーっていうのか、
まあ、京都の持っている会社に、こう入ったということと、それから京大の中で一番気に入り人のね、集まりでやったボヘミアンクラブにね、創設2期目のメンバーですね、2期生としてこう入って、それで4年間、その中で揉まれた、揉まれて揉まれた。これ、ジャーナリストになる以前の藤井さんの人間性というのか、そういうふうなものをこう、ある種の修練、修行みたいなのがあったので、すごい野生的な坊さんの修行みたいなものに近いようなね、まあ、修験者のね、修行に近いようなところ、そういうものをやってきたジャーナリストと、大学でお勉強して、よくできて、朝日新聞とか読売新聞に入った、米閣営務所とか、そういうね、社長とかになっていくような、そういうジャーナリストと、やっぱどっか違うんですよね、私が出会ってきたジャーナリスト。私はちょっと管理者側の、素敵なとか、経営サイドに近いようなこう人たちと、多く出会ってきたものですから。そうすると、本当に突撃隊のような、まあ、言葉は悪いけど、特攻隊みたいな、もう本当に入っていてね、その植物性とか、即地域性っていうのか、即人性とか、人にここまで近づけるのかという、ここにね、すごいジャーナリズムが持っている意味と力を感じました。まあ、小西さんは、文化人類学という異文化研究、というのを文化人類学は方法論ですので、現地に行って、現地の中で、まあ、飛び込んでですね、何ヶ月も、あるいは何年も、そこで生活しながら、フィールドワークというようなものを仕上げていて、モノグラフ的な研究論文の、まあ、考察する以前に、まあ、緻密に観察したようなことを、こう報告して、そしてそれをさらに考察してっていうふうな、そういう手順を踏んだ学問的修練を積んできたと思うんですけど、で、まあ、小西さんから見て、藤井さんなどの、まあ、特に藤井さんの仕事に関して、小西さんはどういうふうに思いますでしょうか。まあ、後輩としてですね、忌憚のないところをお話してもらいます。ありがとうございます。そういう話で、来られますと、やっぱりこう、まあ、大生としては、いや、すごい先輩を持っているすごいなと、すごいなというのさ。で、やっぱり、すごく人類学的だと思うんです。それがやっぱり、学部の本に人類学に行くことも大事だというか、もう、あれ、何よりもやっぱり、人間に興味がない、こういうことできないし、私もやっぱり、振り返ってみれば、こう、人間に興味がある。というかやっぱり、なんでしょう、なんかこう、どこか、でも自分の生まれ育った場所だけではなくて、そこを離れて、なんか全然違うことを考えているような人たちと会いたいという気持ちがずっと持っていまして、だからそのチベットあたりまで行ってしまったというのがある。でも、まあ、でもそれの話を聞くことによって、より、じゃあ、まあ、今日の話ですよ。あの党の話であるチベットの話だったかもしれないけど、結局、人間ってすごい不思議だなと。人間ってなんかすごいなっていうことを多分表現するということにずっと取り組んでこられたと私は理解していましたので、なんかやっぱすごい確かにアプローチは違えるというか、やっぱりこのジャーナリストという立場だからこそ、こう、なんていうか、割といろんなところでズバズバいけるという感じっていうのがある。私はどちらかというと、一箇所にずっとなんかこう関わり続けるようなタイプ。そのアプローチは私を出したり違うところがあるかもしれませんゴールとしてはすごく私も見てるんじゃないかなという気がいたしまして、まあ、そういう中で、まあ、今日のお話の中で特に私にそのことはやっぱりその里山里見だったりしますけどもなりわいというのを通じて、まあ、環境と関わりながら暮らしている人たちというのも底力というかそういうものを非常に強く感じてでまあこういう話になると、やっぱり、じゃあ、全部、都会で暮らして、全部そのから切り離されてるのは良くないというふうになっちゃうかもしれませんけれども、でも、それもまだ、私たちの今の現代の、やっぱ一つ、リアリティではあるんですが、やっぱり元に行
そうですね、とか、まあ、自然の肉とかそうですけども、やっぱり自然というか、環境の力が圧倒的なので、そういうものとうまく折り合いをつけているという生き方に、やっぱり素直にすごく感銘を受けるし、でもそれもその、例えば京都に話を持っていくと、京都の方がそういう生活というのがあったはずであって、ただまあ、まあ、京都で暮らしていると、そういうことはまあ意識せずと暮らせてしまう、まあ、それが現代の便利さだからだと思っても、なんかそういうところにも思いをはせられているようなお話だったかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。藤井さんのお伺いで、あの今日の小西さんの生徒と、まあ、ちょっとあの、のど島の麻酔のことを言ってますから、まあ、いかがですとコメントをしていただけます。なかなか人前で話すのが得意じゃないし、なんとも言えず、こんな途中でなんか何言っていくか分かるか分からないんですけども、やっぱり文化人類学がやっぱ大好きだったのは、やっぱりこう、一つの祇園祭だったら祇園祭って見るときに、じゃあこの町の組織はどうなってるのかな、宗教はどうなってるのかな、でこう自然環境はどうなってるのかな、いろんなところを俯瞰的に見て、一つのことを受け合わせていくっていう。大好きですね。小西さんの今日の話を聞いてても、ただチベットの中の盆境がどうなのかっていうだけでやってたらそんなに興味を持ってない。もう、じゃあそれが歴史的に盆境ってどういうもんで、実は日本の修験道と近いんじゃないかとか、地理的にどんなところができていて、こう、なんか隣の山、隣の信心する山とかが見えちゃったらできないんじゃないかとかですね。でそういうこう、平面と時間と、まあ、3次元、時間があるか4次元ですか。で、捉えて、一つの村を見ると、小さな村のことを描いていても、喉と一緒やんとか思ったりとか、ああ、そういうのが見えてきたのは、とっても良かったです。藤井さん、お話し上手ですよ。いやね、特にね、地元のね、おじいちゃん、おばあちゃんの言葉をね、うまくその、自分のこう、素の感覚で拾って、それを伝えながら話をするっていうのはね、本当に時間がこもっていて、そういう話はなかなかできない。すごくね、すっとこう、聴衆である私たちに入ってきますので、奇跡に洗練されたお話とかというよりも、むしろ本当に大根を引きてきて土がついているみたいなね、こういうことを私たちは生な形で知りたいという思いがね、ずっとあるんですよ。整理された形で、ちゃんと何でしたっけ、東京工業大学の池上、なるほど、ああいうふうに整理されたものをスポッとこうね、それも大事だけど、もっと本当にダイレクトな生な部分を、で土のついた大根そのままをね、示してくれよというね、まあ、それはありますよね、視聴者として、読者として。この部分をね、ドヘミア物語を書くだけの経験を積んでいきたい人だから、そこのところをね、大切にできるんやな、つぶつぶ思うんです。で、お二人に共通の今日ね、私が見て、ポイント、これは皆さんも、参考になる部分だと思うので、ここをちょっと掘り下げてみたいと思うんですけどね。一言で喉と言っても、一言でチベットと言っても、本当に地区地区、地域地域で違うということが持つ面白さとね、まあ、不思議さというか、面白さと、やっぱりその独自性っていうのか、で、そのチベットの方では、その、いわゆる、その、ある種普遍的な政治、なんて言いましたっけね、シャン、名人っていう種類ですね。はい。そう、地域の地域の、でその神様、地域と違う。全体の数、コースの地域、独自の地域、ね。その全体をこう、守ってくれるというか、見てくれる、ある種の普遍性のあるものと、神様。仏様のような存在と、本当にこの地位だけっていうね、この辺の神様信仰、
このある種嫉妬深いというのか、私になんかあのユダヤ教を思い浮かべましたね。一神教のルーツとも言える、私の他に何者も神としてはならないというね、実会の中の第一の戒律は自分だけを神とし、しなさいよというのは、ちょっと嫉妬深いようなところじゃないですか。書いても書いてる。でもそこが面白いなと思ってたんですよね。こういうふうにしないと、あの結束がね、確かに生まれないよね。どこへ行ってもいいよみたいなことではね、緩いところではね、本当に強いあの苦難を耐えられないよねという、この苦難に耐えられるだけのその独自の地域のね、中大っていうのが攻めないみたいな、攻めないっていう言い方、うめがちですよね。もう接着剤ですよね。強烈なね、接着剤っていうのは宗教的なシンボルがそれを一つ作ってるんですけど、一番その地域に密着した、本当にこの地域だけという神様がね、いるというのは、本当にこれは、あの、面白いと同時に必要なんだなという人間の生活を、ある緊張感というのが、あるソリッドな力を持って維持しているためには、そういう部分というのは必要になるんだなというふうに思いました。この点について、小西さんから補足と、それから藤井さんの方からコメントをもらいたいと思います。どうでしょう。はい、ありがとうございます。あの今、ご指摘のテーマ、本当に重要なところで、一つは、まあ、チベットの場合でも、その場合もそうかもしれませんが、やっぱり山というか、その土地の神様というのは、なりわいと非常に深く関係している。でも、その神様がいるからこそ、まあ、その恵みがある、非常にその分かりやすい関係だから、それがあるから食べていけるというのも、すごくあるんですね。で、もう一点は、お祭りにおいてはいろんなものが出てくるって言って、まあ、私、特に、それは実は今回の能登の甲田の祭りですごく感じたことなんですけれども、つまり神様がなんかこう、あの、まあ、なんかこう、縛り付けてるというよりは、なんでしょう、あの、私、あの、お祭りの時って、最初は、あの、日本の祭りでおみこしに、あの、神霊を移すという、お楽しみに。でその神社の本殿からその神社を出してきてです、ね、そこを飲み越しの中に移すというプロセスがあるんですけれども、それを宿るまでは飲み越しのものなんですが、その宿った神社を飲み越しの飲み越しになる。でもそこで私がやっぱりすごく改めて思ってなったのは、まあ、周りにいるこの飲み越しの担ぎでですね、そのお飲み越しが飲み越しになった瞬間に、すごく元気になる。おっしゃいぞーっていうのをバーって持ち上げる。その表現具合がすごい。これはやっぱり、これを持って神と、呼ぶんだったらそうなんだろうなっていうくらい、人々はその神が背負ったってことにして、わあ、ここは元気が出る、活力が出る、磨かれるんですね。その瞬間を今回あったりして、それはなんか別に人格的な神様がいて、ここでなくて、真ん中で出るよ、その人に宿るんだっていう、そういうことをすごくそこで実感して、でもそれは別に地域を問わず誘うところってあるし、そういうものをやっぱり、体感できる場というのが、こう、地元というか、その狭いところで、そこになんか強い愛着を持つとか、そういうところが、まあ、よりのところなんです。まあ、もちろん、その、ペタル先生さんが言うじゃったら、そういう賢い言い方として、地域愛であるとか、地域アイデンティティであるとか、その地域を大事にしましょうということは、こう、あの積極さと言うことができるんですが、実はその、なんかその根源にあるのは、さっきは、例えば、地域のためだから頑張れるというか、その力が湧くという、そこにリアリティを感じられるかというか、それはやっぱりなんか宗教的なものとして、やっぱり助けてくれるみたいな感じがして、そういうふうに捉えることで、今後もそういう、あのこれからのその地域とかね、あり方っていうのを考えていく。ということで考えます。では、藤井さん。なかなかそういう全体像の切り口がよく使って聞くことができないんですけども、確かに漁師さんの神もいれば、あの山の神さんなんかは会えることっていう典型的なのがあって、目の見えない他の神様がいるんですね。目が秋になったらば、まあ、あの新規マッシュって言ってサリーの目音が見なんだけども、目の見えない神の母草を手で連れてきて家に座ってもらって、そういうごちそうを出らして、お酒を渡して、で、2月までかな、家にいてもらって、また2月になったら田んぼに帰ってもらう。あやのこと、田の神様。
そういう祭りがあったりするんですね。それは多分、能登中があちこちになるんだけども、それぞれがちょっとずつ違うし、真言宗のところは比較的それはきちんとやるんだけども、浄土真宗のところはすごい簡略化されてるし、そういう違いも出てくる。でさらに、信仰によって実は対立を見えるところもあって、五神中太鼓って有名な、まあ、中には写真あるんですけど、こう、なんていうか、海藻をこう投げて、鬼の面つけて、ドドドドドドド、すごい勢いでやる太鼓が有名な太鼓なんです。で、それは一応、公式的には、上杉謙信が攻めてきたときに、それを面をつけて叩くことによって、追い出したという伝説がされてるんですけど、実はこれは昭和40年代にできちゃった。じゃあ、本当はどうなのかというと、まあ、向こうの、宮司さんとか、民族学者さんに見ると、そこの手は大体、五石級の先に浮かんでる、江倉島、さっき天地区の人が見ていただくとかあるんですけども、でそこから江倉島の神さんを勘定するんですね。で、沖合にあるおとぎにまで、味噌汁を持って行って、で、勘定して、その神さんが移ってきたらば、お見合いにする、そこで太鼓を乗すっていうものなんですけども、なんでわざわざ江倉島の天の場所であそこでやるの神様やるかという実はその江倉島というのは加賀藩が天のやつらがここで天城をしろと言ったんだけどもその前は名船っていう御神所太鼓のやるところの島だったんです。将棋をする島だったんです。でそれでもすごい腹立って江戸時代から明治にかけて何百年間も島の大喧嘩が起きるんですね。その大喧嘩の時にこうやったのがそういう太鼓とお面だという説の方が実は民族学的には正しいんじゃないかと言われています。それはいつから多分昭和40年代の観光ブームの時だと思うんだけども変わっていくんですが、まあ、一つには地域ごとに対立があるというのをこう細かさんじゃないかなと思うんですけども、そうやって神さんというのも結構対立のもとになっているのは確かにあるなというふうには感じます。はい、ありがとうございます。今、宗教的信仰の核心にある部分というものの一つに、食べる、まあ、神様にお供え物をしますよね、まずね。で神様にお供え物をするのは海の幸もあれば山の幸もあります。でも、どちらにしても、村人というか、里人からすれば、いや、海人からすれば、神様からプレゼントされたものだ。義務とされたものだ。こう、与えられたものだ。というような、一種トトラチ的な贈与されたものだという気持ちがあると思うんですね。恵みとして。だからなんか、金で買っていたものじゃないですかね。恵みとして私たちに授けられている。こういう感謝の気持ちがあるがゆえに、それ一番、タイが釣れたら、だんだん大きな綺麗な立派なタイをね、まずは神社の神様にお供えしましょう。みんなそう心から思うわけですね。そして一番良い田んぼから取れたお米を、まずは神様にお供えしましょう。それから、こう一番こう、苦味を効いた立派な塩を、神様にお供えしましょう。まあ、米、塩、水、とかですね、まあ、魚とか、大根とか、まあ、そういうものはお供え物として本当に大事なものです。じゃあ、それはどうやって、こう村人、里人、海人からもたらせるかというと、藤井さんが強調される、なりわいですよね。そこに生活がある。それで生活して食っていける。自分たちが家族を、ね、養っていける、営んでいける。この重みというのが生活の密度というのが、そのいいものを、本当に今日、今年はできればな。いいものは取れた。というのを支えているわけですよね。それは日常的に維持されていなきゃいけない。でそれを捨ててしまったら、元になかなか戻せないという、そういうそのなりわいの密度みたいなのが非常にあって、例えば今回、ありました、産業としてのですね、例えば土を使って、何でしたっけ、
中を作っていたのは酒屋さんによって。鉄を作るための型を作る。あ、鉄を作るためのね。はい、例えば、そういう技術職、なりわい、これは高田製鉄もそうですけど、その技術職っていうのは、その社会の変化に従って、その技術の需要がなくなったときに、じゃあその技術の、元に持っている何かをうまく生かして、別の形で応用して、こう、まあ、流用するっていうか、変化させることができるだろうが、そこをうまく探し当てられれば生き延びられるわけですよね。だからその技術っていうのは、その技術のこうデコレーションっていうのか、イノベーションっていうのか、変貌させることによって、社会変化に対応することができます。だけど自然の産物は、そんなうまくなかなかいかない。だから本当にお日様が出てくれないと、水がちゃんとないと、海がそこにないと、魚が来てくれないと、このなりわいを支えている構造が、技術的な側面、もちろん漁師さんだって技術があるし、農産物をやるときにも、医療のやり方とかいろんなね、その他の雑草の抜き方とか技術はあると思うんですよね。だけども、根本的にその技術の質というのか、伝承の仕方とか、対応の仕方が違うと思うんですよね。まあ、第一次産業的な技術というものと、第二次産業以降の技術というふうなものを持っている違いというのはあるように思うんですね。そういう、藤井さんが言う最初の生きるための技術というのか、なりわいの生活技術。そういうものをどういうふうにこれ今後も担保できるのか、維持できるのか、それが能登の祭りとか、山のね、チベットの山の祭りとかっていうふうなものを想像で、チベットだって極限状態のところがいっぱいあるわけでしょう。その極限状態のところで食べ物を自分たちが作って、神様や仏様にお供えをして、そして村や里の山の人たちと一緒に、それを強食に食べて、で元気の活力をね、もらう。まあ、そういうようなことをやってきたと思う。まあ、そのあたりのことを交代にお聞きして、なりわいの問題ですね。なりわいと祭りの関係の。そして、皆さん、フロアの皆さんからご意見とかをお進めいただきたいと思います。で、小西さんから。はい。そうですね。まず、チベットのお話からしていくと思うんですが、例えば、ムカジネワグの教科書には、農耕民とか、牧畜民とか、割とこう、西洋というのをいっぱい分けて、ここでは農耕をしています。ここでは牧畜をしていますっていうのは、割とはっきり分けがちなんですけれども、実際のなりわいというのは、めちゃくちゃに混ざってるわけですね。で、私が言ってたソーシャル国という何でも、やっぱり畑で、麦を作れば、山に行けば、牛を牧するし、で、その生産の中腹には薬が、たくさん出てくるので、そういう薬草を採集しに行ったりもするし、まだまだその、やっぱり現地で、観光ガイドとして働く人もいれば、だからそういう形で、いろんなところから、こう、まあ、食い口というか、まさに食料であり、現金で、そういうのを得る活動をやったりして、その結果の相対というのが、この祭り、主役されているという点があります。で、それはだから現金収入を否定するというより、現金収入が多いからこそ、祭りの盛大になるという側面。あったりしますし、いろんな形のなりわいとか複合して、で、それと関連して思い出すのは、私確か鈴で、ある方に伺ったら、すごく面白くてて、百姓君は農民じゃないんだっていう、鈴の方から伺った。つまり、その意図は何かというと、やっぱり、普通にそれは別にその農民という意味じゃなくて、そこで普通に暮らしている人というのは、さまざまなこの仕事を持っているんだと思う。あれは一つの、なんていうか、専業で何かやるんじゃなくて、その人との関わり、環境との関わり、いろんな仕事をして、それに生活してるんだっていう意味なんですね。だから、確かにそれは担保を持ってるし、でも別のところではなんかこう、ショッピングもしてるし、もしかしたら頼まれたらなんかこう、ご自身にして、そのいろんなことを仕事をしてる。で、おそらく今の、例えば都市の暮らしだと、あなたの仕事は何ですか？はい、私は例えば大学をしててますっていう、その単純なこと、一対一しか仕事って、西洋語語れない。答えは、そうではなくて、その、
環境と向き合う中では仕事というか、なりわいはこう、たっぷり分かったものが、応募されたりするタイプが普通なんだなと思って、おそらく、まあ、その中で、例えば、元で言うと、あなたの働いたところに、元にアイターンした方、インタビューとか実際だったで、意外と鈴鹿とか始まったって、ウェブデザイナーとか、IT 関係の人で、ネットさえあれば仕事できるっていう人が結構、ね、暮らしてることがあるんですね。でも、そういう人たちも、だからといって、じゃあ、その、孤立した環境で仕事するんじゃなくて、やっぱその環境と向き合わざるを得ないあ。その土地がやっぱりこの、まあ、コミュニティでもある、その自然環境と向き合わないと、その生活は成り立たないっていう現実がある。その中で、やっぱりその、なんか、都内の人から野菜がこう、家にちゃんと置かれてるか、結構繰り返しながら、なんかこう、あ、そういうやりとって大事だよねとか、そういうことを学んでいくわけなんですけども、まあ、私の本誌は、すごく、文化人類学者があって、もともと生態人類学とか、教団理学出身になって、そういう影響理学とか、生態環境にすごく、試験の上の、まだ対応をさせてですね。なので、常にそういうなんか生態的なところに着目しなさいという、そういう教育を受けてきたわけですよ。で、やっぱりそれとちゃんと向き合わざるをやっぱり得ないというところが、実は現実なんで、それをいかにそれを見えないというなっていくんだろう、災害のそれが現れになるわけで、そういう意味で、なりわいというものをいかに現代の中で捉え直すかというのが、すごく重要な課題だと思います。つまり、だからじゃあ、自然と共に暮らすのがいいんだというふうになってしまうのではなくて、そういう、どういう仕事をしようか、どういう言い方しようか、環境と向き合わざるを得ないかというところは、押さえておかないといけない。じゃあ、藤井さん、お願いします。難しいですけど、例えばですね、輪島朝市があるんですけども、輪島朝市で魚をそのまま目の前でさばいて、で、昆布締めにして、タラを3枚にして、まあ、1枚は刺身をね、で、半分1個は昆布締めねって、昆布でバーってやるから。で、そういうおばちゃん、中におばちゃんがいたんですけども、そういうものとか、あとは漬物とかを、しか今日お家で漬けた大根や、大根や、どん、兄ちゃん買ってきや、という感じで言う人がいると。で、そういうのは実は俺からできなくなるかもしれないです。で、なんというのは、食品衛生法が、何年か前に変わってですね。で、今最近よく言われてですね、自家製の漬物を売ることができなくなるって思った。で、特に輪島なんか今年までが猶予期間で何もしなくてもいいですとなったんだけども、今年からはちゃんとした食品衛生法に基づいた衛生管理をした加工場がなきゃダメですってなったんです。で、かなりの人は一生懸命それを、こう、まあ、市の補助金もあるんだけども、何十万かかけて、これまでのようにやってきたんですね。これ今回の地震で全部壊れちゃった。もうダメや。もううちは刺されし、満たされんねん。これをいくつも聞きました。で、結局その食品衛生法というのはそれのためにしちゃってるんですけども、それをクリアするためには、共同加工場みたいなものを作って使えるようにしていくというパターンが一つ。あとは法律面で何らかの例外をつけていただくのが一つぐらいがないとできないんですね。そういう非常にこう法律的な面でも今朝市の漬物を取ってるなと思うんですけども、あともう一個、まだ朝市はね、みんなが集まってるから技術があるんです。今回、イワシをぬか漬けにして、半年やると、まあ、アンチョビみたいな、寿司を辛いのは、まあ、へしこと一緒ですね。へしこはサバなんですけども、そういった技術とか、魚を干物にする技術なんかも非常に長けているし、で、そういう力があるもんだから、なんやかんやで言って、頑張ってるおばちゃんたちは、外にかけて行ってるんです。でところが今回、珠洲でずっと見て回ったときに、珠洲の2年というところは約30件のところなんですけども、で今回もドカーンとマークずれて、12人が意見を見になって、3人は助けたけど、9人がなくなっちゃった。で、そこで、他の人たちはどうするか、なんとかしようと思ったんだけども、長期避難指定させられて、集落全体が2年間か3年間住めないという話だったんですね。でその人のところに取材に行ったときに、じいさんどうしたらええんやとか、どう全然わからんねん。集落のための、とりあえず金がないと、集落のこの集会所は維持できん。
で今まではその目の前のアームでは生コアというか、アニマの海さんが来て、そこに入魚料みたいなのを払ってやっていたんです。でところが今、流起しちゃって、それもこれなくなった。集落の金がなくなった、どこに州が言うわけですね。で話をしてたらば、そのうちの一人が海ができるんで、男の人なんだけど、潜って、アームに取ってきて、流起とかになんか、あどこにあるかしてるものがバケツ持って、どこどこ行って、一日何十個ってアームに取ってきて、みんなで避難生活でアーム食って食べたいな。もし、その彼らがそれを持ってきたものを、今のある場所が分かるっていうから、取ってきたのを二次加工できたりとか、売ることができる、いい商品を売ることができるんじゃないですか、そしたら、それはどこに取ったらいいか分からんねん。で、そういう時に、そういう力を持ってる人って、輪島なんかにはいるし、でそういう人たちのことを教えてたから、多分言ってると思うんですけども、取る技術はあるけど、使う技術が知らないというところに、誰かコンサルみたいな人が入っていって、ここと繋げたら絶対こういう売れるよ、せめて集落の集会所に維持することぐらいできるよっていう可能性はまだまだあるんですね。そういう意味では、情報と人との繋がりをきちんと作っていくことによって、まだなりわいを復活させる可能性はあるのかなと思います。はい、ありがとうございます。私はつくづく思いますけれども、その新しい不動機の作成と地域コーディネーターの要請は可決だと思います。で地域コーディネーターというのは地域包括ケアでちょっとチームを組んで看護師とかお医者さんとか、介護士とか やろうとしてますけど、ね、で地域がね災害にこう見舞われるんですよ。これから先そうした時にどういうものを持ち寄って手作りであるものをどう生かすかというふうなことを地域コーディネーターがいろんな知恵を出し合って、うん、その場その場で作り上げていくというふうなことが本当に必要だと思うんですね。そのためにはその地域の不動機を地域の人たちがやっぱり自ら作ってちゃんとその地形であるとか地質であるとかそこでどういう産物が取れていたかとかもちろん歴史も含めてですけど知っておかなきゃいけない。だから地域の人たちが自分で手作りで自分たちの地域不動機を作るということとそれらをもとにしてなりわいを総点検して災害が起こった時にどういうようなことが可能なのかというふうなことの地域コーディネートをねもちろんシミュレーションでも徹底的にできます。ところがね、まあ、私は国に対しても徹底批判してるけどもう遅すぎてね、遅すぎて、まあ、県もそうですけど、まあ、課税住宅はそうでしょ。で、岸田政権なんていうのは、ね、早く総出で何とか作ってなかったら、緊急対応します。どこまで遅いんや、ね、お前ら、ね、もうどうしようもないでしょうと、もう地域にもっとこうね、即、委ねるべきでしょうと、国がどんどんこうのしているがゆえに、どん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 遅くなって法律だとか何とか取り決めだとか本当にやれるところを手作りでやっていくっていうようなことを要すればいいじゃないですか。そうするとこういうことになると思うんですよね。災害が起こったらですよ、今安全と衛生みたいなものに対してコロナ以降ものすごい強い国民意識ができています。世界中でも安全と衛生だけを考えていたらこれからの災害時代に来ていけません。対応できません。そんなものを法律で基準を満たすなんていうようなことができない事態があちこちで起こってきます。そうしたときにできるだけ安全でできるだけ衛生面が良いというふうな工夫を例えば煮炊き、お湯を沸かして水をそのまま飲まないだとかそういう基本的なことも含めてですけれどでそれをやるためにはですね、先ほど言ったように、その場でさばいて、ちょっと加工して、皆さんね、食べてくださいよとか、あるいは今までなりわいがいたんで、その地域野菜を売るとか、こういうことを許容してきたものが、そういう場合に生きるわけですよね。緊急災害時には、それは生きるわけです。ただし、衛生法とか保健法だとか、この基準を満たしていなければ、やっちゃいけませんみたいに、政府やね、条例でね、規制すればするほど、
そういうその生活技術みたいなものは、民間のね、なくなっていくんですよ。そうすると、お料理をね、よその人でも、呼ばれができなくなるじゃないですか、簡単に言うと。呼ばれなんか何を出してるか分かりませんからね。じゃあ、ドブログにしても何にしてもね、水道場にしてもね。いろんなもの食っていけ、飲んでいけ、っていうね。まあ、厳密に言うと、そういうところまでチェックしていくと、本当に地域文化っていうか、生きるためのね、力を壊れちゃうんですよね。これを政府が縛れば縛るほど、私たちの生存確率をね、減らせるということにしかいない。私はそういう政治や、あの運営法は、もうこれはもう絶対、あの、これではあかんと思います。さて、残り時間15分。もうありません。はもう8分ぐらいしかありません。では、皆様方の方で、ちょっとあの、ここをもうちょっと今日話していきたいなとか、あの自分はこういう意見を持てるんだけれどなというのがありましたら、ぜひ、お出しいただければと思います。よろしくお願いします。いかがでしょうか。いや、私の方で、せっかく今日来てもらって、すごい頭が、ちょっと、あの、太陽の輝きをね、話しする。ちょっと、前段の方を少し、あってないんですけども、私は技術をやっておりまして、まあ、今日の話を聞く前に、ずっと、まあ、もやもやしたものが今日のお話を聞いて、少し晴れたなと思ったものがありまして、それはなんかこう文明が進むにつれて、だんだん人間が世知辛くなっていくとか、忙しくなっていく。昔の方がやっぱりはるかになんか余裕があったような気がしてくるんですけども、便利になればなるほど、なんか世知辛くなって、なぜなんだろうって、ずっと思ってたんですけども、まあ、それが今日のお話を聞いて、祭りではじゃあ何かっていうことと非常にこう関係があるなと思っておりまして、あの祭りというのは、まあ、僕もずっとあの祭りとかですね、神様のお供え物の神仙というのが興味があったんですけども、まあ、一言で言えば、正しいかどうか分かりませんけれども、自然の営みの声、人間の営みもあると同じように、自然の営みというのは、多分自然の営みというのは、地球全体を自然が考えているというか、感じている歌みたいなのがあると思うんですけど、その自然の営みの声を人が受け取った形が祭りなんではなかろうかというふうに今日感じておりまして、でその祭りを年に1回や年に1回、まあ、季節ごとにか感じることによって、やっぱりその人間が自然の営みの声を聞く、まあ、なんていうんですか、機会。でその自然の営みを、まあ、その最初の文明が進んでいく感じですけども、文明が進んでいっても、何か自然の営みの声を聞く瞬間、まあ、祭りだと思うんですけども、ね、それをやっぱりこう継続してやっていく。そして、まあ、それを習慣の一つとして、我々がやっている。まあ、やらせてもらっている芸術というものは、まあ、大きな役割を果たしていくのではないかなと気持ちになります。まあ、そういうのは一番専門です。ありがとうございます。ありがとうございました。それについて、お二人にリコメントをしてもらって、まとめをしていきたいと思います。はい。あ、どうも、またありがとうございます。本当にそれはおっしゃる通りで、本当にいろんなことを考えてたんですけれども、逆に、お祭りというのは、現代的な価値観から言ったら、非常にコストパフォーマンスが悪いことなんですね。めちゃくちゃお金もかかるし、みんなヘトヘトになる。なんでそんなことわざわざやらんとあかんだ。それは実際、コロナの定住になった時に
聞いたんですよ。つまり、ほっとしたと。もう、とりあえずこんな大変なことなんで続けなかったんやって、やっぱり、でも最初の年はほっとするんだけど、コロナで2年目になると、やっぱりだらんとあかんという気持ちにだんだん戻ってくるんですよね。それはやっぱりすごく不思議で、それは、現代的なその存続環境というか、コストパフォーマンスの文脈から言ったら、損になるかもしれないけど、その自然の営みを聞くという、そういう文脈を読み込むなら、実は終身計算は合ってるんですよね、多分。で、ただそれが、やっぱりその祭りがなくなってしまうとどうなるかということで、私がちょっと今回見た一つの喉のあるとの事例だと、やっぱり祭りが人がいなくなってやめてしまったし、実は自然がどんどん侵食してくる。っていうのがあって、その個人地域で聞いたのは、空き家にコウモリが大量に住み着くようになって、今までコウモリですが、人だとになかった、人にはなかったのに、コウモリの、あとはなんかハクビシンが大量にいるとか、それはでも、もともと山にあったのが、人間の領域にどんどん入り込んできている、そこでやっぱバランスがどんどん崩れていくんですね。で、まあ、その地域では、やっぱりもう本当にもう祭りの出来なくなって、まあ、まだ壊れたままの家が大量に残っている状態なんですけど、そうなると、人間の生活も、そこのその生業を維持してたその自然の人間の関係で、そこでどんどん壊れても、そこはもう自然に盛り込まれてしまう。人間生活するところでもなくなってしまうというのが、かなり。さっきの藤さんの話しながらも、今は草を覚えなくてしまう地域があるんですけど、やっぱりその人間と自然の関係を持ってなくなると、もう本当に自然というのが強いから、もうそこはもう元に戻るというか、もう人間の痕跡というのはもうなくなってしまう。まあ、それは話がダメなことではないかもしれないんですけども、これからの時代じゃあ人間どう言っているかって考えたらば、やっぱりそういうことがあるってちゃんと意識した上で、祭りっていうのはそう、まさに自然との収支計算、ちゃんと調整するシステムなんですけども、これ祭りをこう維持するきっかけがあるんじゃないか。それは日本だけじゃなくて、いろんな地域で言えることじゃないか。はい。はい。文化人類学者としての総括をして、95点。93点。はい。では、藤井さん、じゃあ、ね、そんな難しいこと言わなきゃいけないっていう。ただ、まあ、一番すごく感じてるのは、近代の合理主義になってから、なんていうかな、分かっていることをしかもうないんだ、存在しないんだって考えてしまって、本当はなんか世の中のこと懐中電灯で照らして少しずつ合理主義になってきている技術があるんですが、懐中電灯の光が少しずつ強まっていると。だけど圧倒的な闇が私分かってないことの方が圧倒的に多いんだよっていう自覚が必要なはずなのに、目に見えるところしかないんだというふうになってしまって、そこにすごいこうなんていうか心の貧しさでも感じるんですけども、それが貧しいっていう言葉にやることによって、なんかわけのわからん世界があるんや、でそれが自然なのか、あの世なのか、何なのか分かんないんだけども、まあ、わけ分かんないけど大事なものがあるんやでっていうのがまずいじゃないかな。で、そういうものを大事にする、分からないこともあるんだ、もしかしたら狐が騙されてもあるかもしれないじゃないか、幽霊だっているかもしれないじゃないかっていうような、絶えず存在してない、見えないことに対する想像力を持ってなきゃいけないし、それを持つためのツールが、の一つが祭りかなっていうふうに感じます。はい、ジャーナリストとしての99点。いやー、今のご質問のね、芸術と祭りっていうものを関係している、まあ、お二人が見事に文化人類学や、そのジャーナリズムの経験を通して答えていただいたと思うんですね。もう答えが出ていると思います。で、それをあえて藤井さんの最後のスライドを使って言えば、センスオブワンダーです。宗教も祭りもセンスオブワンダーがなければ、まあ、合理的なね、コストパフォーマンスで考えれば、何にも動きません。だけど、そこにセンスオブワンダーが本当に深く深く働いてるんですよね。昔からそう。つながる。芸術という営みもそうだと思うし、さまざまな宗教的なものも、存続計算で出来上がってませんから。まあ、人間の、大自然に対する意見の念とか、いろんな不思議なものに対する感性だとか、いろんなもののこう技術や力というもの、例えば、行祭りでもあったものをね、すごいカラフルな絨毯みたいなものをこう飾るわけじゃないですか。それでその時期なんかこう、皆さんに、ね、見てもらうと見せると。これって単なる計算でね、成り立っているようなものとは思いませんよね、いろんなものがね。
そうすると、この計算外でこうできたものの集積っていうのは、いかに計算を超えて、どれほど深い恵みっていうのか、贈与をもたらしてくれるかっていうのは、平和祭りの人たちも十分感じ取っているがゆえに、やっぱりそれを毎年毎年この時期になると、したいな、しなきゃいけないな、それでコロナでできなかった。もともと平和祭りでご両親ですから、本当にコロナの時こそやらねばならなかった。こういうようなことの、もちろん、真理としての祭りをやっていた。だけども、本当に出汁をね、山岡巡行みたいなものも含めてご用意ですから、こういうその損得を超えた、そして安全とか衛生とかっていうだけではないんだよ。人間が生きていくというようなことは、やっぱりそういういろんな 領域における戦争不安だというのが働いて、それが私たちを生かさせてくれているんじゃないかという、まあ、そういうところへ祭りも図解してくれると思うんですよね。で、その辺のところは今日、お二人の、非常に取り留め的に全体を 見渡す文化人類学と、こうありの目のようにですね、地べたを這いながら、このそこに地域の中で生きているものを見つめていくというか、ぶつかっていくジャーナリズムが持っている、両方が良い部分を視点としても、総代としても提示していただいて、まあ、私たちがこれから災害に向き合うというそういう時代に何を必要としているのか、何を、我々は用意して次へつないでいかなきゃいけないのか、そういうことを考える多大なヒント機会を与えてくれたと思います。今日のお二人ゲストとして、お話しいただきまして本当にありがとうございます。大きな拍手を。今日の全体文化の推進協会は、もう一度文化という本を先ほど冒頭に申し上げましたように2020年3月に出しまして、そしてこれを機に、こういろんな機会に、まあ、京都の森がどのような力を持ってどのような京都の文化を作り上げていくかということをいろんなところでいろんな機会に、こうアピールしていこうと思ってきました。でこれからもこの会場を、ね、定期的に、こう使わせていただきながらやっていきたいと思いますし、また山に入っていろんな自然観察や史跡の見学とかを含めたセミナーとかそういうふうなものもありますので、ぜひ皆様、京都伝統文化の森推進協会のやっている取り組みにご理解ご支援いただければと思います。今日は最後にですね、まあ今日私は本当はね、喉のことだったらもう3日間ぐらい喋り続けたいぐらいで喉に対して愛着がある人間です。本当に喉フリークなんですよ、私。喉ほど好きな場所は何さ、アニメで紅葉でした。マガキとかのね、美しい風景。もう心に染みるんですね。あそこに行くたびに心が現れるとも言えますし、泣きたくなるような日本の風景。まあその日本の中でも本当に、ね、心に染みるこの能登半島。ここが持っているこう何かがなくなっちゃうと、日本の持っている一番深層の部分もね、こう力がなくなってしまうんじゃないかと本当に危機感を持ちます。能登の方々の絵も信仰には、励ましを最後、私の素直な伺いで、訪問させていただいて終わりにしたいと思います。のど、マハキ戦技に向かってですね。どうもありがとうございました。本日は本日様、藤井様、ありがとうございました。また、参加いただいた皆様、長時間にわたりありがとうございました。
ました。これで本セミナーについては終了とさせていただきます。アンケートにつきましては、ちょっとご記入をいただきまして、そのまま机の上に置いていただきますと、回収をさせていただきますので、ご便だけお願いをいたします。また、対象の際は、最初入ってきていただきました、正面の玄関の方を開放してございますので、そちらから出ていただけたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。近藤さんの、はい、あ、話せるのね、はい、こちらもできましたし、そうですね、はい、6月にね、その初釜がやって、そこで焼き上がった作品を京都芸術大学で7月の5日から20日、楽園学会の展示会、展覧会で、近藤さんのために展示するようなことが良かったです。はい、私もちょっと、はい、あ、来ていただきました。はい、シンポジウムの時。先生もあちらのね、はい、お時間来たら、はい、釜の方です。もうぜひ行きたいんですけどね、あの大富山何行事ですか、無行事ですね。無行事もね、あの小学校の、あの、不良院を、学ぶ、不良院を学ぶというのも、あ、見てみたいです。そうですね。はい、また、一緒に見ければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。この前ね、あの、こっちを買ったので、あの、番組で、番組で、番組で、高杉だ。奥様にと先生元気まで呼んで。ありがとうございます。と荷物に乗ってすみません。はい、あの自転車だから大丈夫。自転車も出てます。全然一応ね。はい、できた。この前の。先生の未来の将です。あの山口県に住んでいるわけなんで、高杉に住んでいる。うん。うん、詳しいのはまた、先生も送らせていただきます。依頼書を入れているので、またちょっと見ていただいてみるんですけど、日程がこれで大丈夫なのか、ちょっとまたお聞かせいただいたので。先生、旅も出たいと思ってたから、一応入れてるんですけど、この辺で大丈夫なのかなというふうに。一応見せて、はい、ですね、日産は山口県から東京に飛ばなきゃいけない、東京大学で、日本スペシャルバッターのシンポジウムで国際になるわけで、それが
見てるからいつも。いつもありがとうございます。はい。ちょっとなんか心配で見てるから。無理しちゃうからね、どうしてもね。